皆さんこんにちは2019年社会保険労務士合格講座しっかり基礎編え健康保険法の第1回目です、えー、担当はレクセン人講師のかばしまですよろしくお願い致します 皆さんどうも初めましてよろしくお願いいたします、えー、健康保険法全四回を担当させていただきますうカバシマですはいまあ、えー、まずあのカバ島というですね、えー、名前自体をおあまり皆さんあの聞いたことないんじゃないかなと、えー、思いますけども私自身はあの東京出身なんですけども、えー、両親があの九州出身でまあ九州にルーツのあるう名前なんですねはいまあ、名前の話をし出したらし出したらねまた止まらないのは止まらないんですけどもあのー、九州の長崎にですねカバシっていうね島が、えー ありましてですね。そこがルーツだそうです。はい。まあでもほぼ無人の島だったかな。はい。まあ長崎の、ね、あの日本で一番島が多い国ですよね。はい。まあということで、まあのだからといってまあ九州に行ったらあのやたら見かける名前ではないとは思うんですけども、はい。まあ少なくとも東京ではあまり見かけない名前、ぜひともお覚えていただければと思います。はい。えー、それで私と担当する健康保険法なんですが、はい。えー、まあちょっとあの何枚かめくってですね、はい。 2ページのところなんですが。 健康保険法はこんな法律ですというのが書かれていてあとはあのそ,の、まあ、その下にいるのも私ですけれども、えー、講師からのアドバイスということでスタートにこんなことが書かれております。健康保険法は労働者やその家族も恩恵を受けられる非常に身近な科目だと、はいえー、まあこんなことが書かれてますって言いましたあのこれ私がでも原稿をこれ作っておりますが私にとって、ね、健康保険という科目はどんな科目かと。 はい、あのシャルシ試験の科目の中でも非常に身近な科目ではないかと、はい、いうこと、まあ、の科目によってはです、ね、正直この世界は、ね、自分にとってはも全く未知の世界だという科目もある中健康圏はひ非常に親しみがあるんじゃないかなというふうに思うんです。 はい、なぜならその上をちょっと見てみましょうか健康保険こんな法律ですと、えー、皆さんあの病気にかかったらどうしますかと病院に行きますよねとおその際窓口でお金払いますよねとでもあの払ってるお金は全額じゃなくて、えー、3割の負担だけにとどまってるっていう話知ってますかっていったら多分皆さん知ってるんじゃないでしょうかそれに病院に行ってこの健康保険証と呼ばれるものを、ね、提示して、えー、ちあの治療を受けると。 はいえー、いうのは誰しも経験したことがある話ではないかなと、まあ、もちろんあのもう健康そのものでねあの怪我も病気もしたことがないという方は、ね、病院に行ったことがないという方も、ねまあ、いらっしゃるかもしれませんがでも何かしらこう病院って行くことある,あ,るあるんじゃないかなと、ねえー、というのを考えますと非常にこれやっぱり近い私たちにの生活にも非常に密接な話ということが言えると思いますね。はい、でその今の話なんかは例えば右側の方に出てくるんですけども。 健康保険法の仕組みということでね、えー、でだいたいどのおこのしっかり基礎編のテキストでも最初の方にこの法律をイラストで示しているところがあるんです。はい、あの健康保険、えー、というのはまあ保険というね言葉が入っています。 皆さんのこの VTR をご覧になられているということであればこの動画をご覧になられているということであればすで、まあ、に労働基準法労災保険法健康雇用保険法ということで3科目,3科目、ね、見ている可能性もあるかなと思いますけどその中で労災保険とか雇用保険あれも結局保険の話でこの健康保険も保険なのでまずあの保険料の概念が出てきます。 保険料が会社員の方ですからあのこのね登場人物会社員なんですはいですので会社員ですから給料が発生しますよねその給料から転引きされるという形で保険料を納めるということですこれだけ見るとあの保険料を会社に納めているように見えますけれども実際はですねこの会社も保険料半額負担して最終的に保険者と呼ばれるところに保険料として納めているんだと。 はい,いうようなこここともここに書かれております、はいまあ、保険というのは常日頃から保険料を払っておいてですね保険料を払ってておいて何かが起きたらつまり健康保険証を持って病院に行ったら、ね、その病院に行く前提となる怪我したり病気したりというような出来事があった時に病院に行くと恩恵を受けられる、はいまあ、そういうものだと。 いうことになります恩恵と言いましたけどそれは正式に言うならば、えー、医療の提供療養の給付、まあ、いわゆる保険給付がなされると、まあ、いう話ですね、はい。保険給付がなされるで先ほどのこっちの、ね、話にも出てきましたけど3割負担するっていう話ね、はい、そ,うそれがその病院の窓口で支払う一部負担金なんです。はい、一部負担金といってこれが3割なんですよね。 えー、そのかかる全体のですね費用の3割を窓口で被保険者会社員が払うんだということですね。はいじゃあ残る7割ってどうなるのっていう話はい、えー、残る7割残る7割については、えーね、病院にどっから払われるのかとじゃあ残る7割のことを何て言うのかと。って言ったらはいそれがここ診療報酬なんですよね。はい まず前提として診療報酬の請求を行い、はい、そして反対に診療報酬の支払いがなされる、はい、この診療報酬というのがつまり残る7割の話なんですよねということ。 というふうにもうすでになんか授業のような話になっていますけれどもお要はこの世界、ね、その残る7割のお金の行方というのは普段はあまり意識しないですけれどもお3割をお窓口で払っているのは皆さん私もそうですけれども皆さんですよ、はい、ですから非常にこれ親しみのあるう科目ではないですかと、まあ、そういうことですね。はいまあ、健康保険はそういうういい非常ににに私たちに親しみのあるう、まあ、法律だと <laughs> いうことこなります、はいえー。ということで身近な科目だと。 学習の進め方としてはまずはということでまあこの後出てくるう、えー、部分でもありますけども非保険者標準報酬保険給付といった基本事項一通りを抑えましょうと。はい。でどんな科目でも言えることなんですけどいきなりね深く読み込む必要はないです。あのまず今やっているのはしっかり基礎編ですのでまあまだまだあの深掘りする必要はないです。はい。あの広く浅くで構いません。 はい、シャロシ試験って、ね、まず、ね、広く浅くいろんな科目にいいタッチしていくということが非常に大事です。1科目だけ、ね、ものすごく深くなってもしょうがない試験なんです。 はい、なぜかというとすべての科目で基準点というのが設定されているからです。と、はい、いうような話になっちゃうと、えーまあ、あのしっかりあの基礎編の、ね、健康圏の1回目でしゃべる話はなくなっちゃうのでやめときますけれども、まあ、そういうのをちょっと知りたいという方はパンフレットをぜひ見ていただきそして、えーまあ、ガイダンス資格説明会にこうもし、ね、あの通える範囲内に学校があればです、ね、ぜひともレック校に来ていただきたいなというふうに思います。はい さあそんなような感じでい、えー、いきなり深く読み込む必要はございません大枠をね、えー、まず、えー、理解しましょうとおそうするともう今まで例えば労災保険すでに終わってるならば労災保険との関係性が見えてくるし、えー、このあと年金健康保険の後は年金がありますので、えー、この後の年金にもつながっていきますよみたいなねあのそういう話、はいえー、厚生年金保険とか国民健康保険とかね、はいえー、そういったのおところにつながっていきますよって書いてあります。 さて、えー、それではですねもうちょっと進んでいきましょうか、はい、4ページを開けてください、まあ、ある程度の健康保険があのどういうものなのかというのもお,お分かりいただいたかと思います4ページもう一度一番上一番のところですね学び方一番、はい、比較的なじ、えー、みやすい分野を取り扱っているそれが健康保険かなというふうに思いますねはい、えー、その後 小学者皆さんですね皆さんにとっても非常に学習しやすい法律といえますよと、はいえー、また健康保険法は医療保険関係の法律の中で最も基礎となる法律だと言っていますね、まあ、先ほどの、ね、主,人主,主人公というか、えー、主役は会社員だという話をしましたけれども、まあ、要するにこの健康保険というのは会社員にとっての医療保険なんです。 はい、公的な医療保険じゃあ会社員ではなくて例えば自営業者、えー、だったら、えー、自営業者のための医療保険というのはないのかとありますよっていうことですね。はいえー、それがまあ先ほどここの2ページのところで私もちらっと言っていたですね国民健康保険なんですよね、はい。国民健康保険というのは自営業者のののための医療保険なんです、はい、っていうのをね、えー、まあなんとなくこういずれやっぱりしっかりイメージするということが必要です。 あ失礼この学び方の一番のところにも書いてありましたね「国民健康保険法や、えー、高齢者の医療の確保に関する法律」という,う、まあ、この辺りは社会保険の一般常識、えー、本論編に入ってから学習することなんですけどねだからしっかり基礎編の段階では、えー、この「国民健康保険」とか、えー「高齢者の医療の確保」に関する法律は、えー、触れないということでちょっと、えー、お預けの状態です、はい、さあそしてその下学び方の2番4ページですね 学び方の2番のところですけれども第1章曽則というところから始まって最終の第11章まで、えー、まあそれぞれがどんな位置づけにあるのかということが、まあ、要は目次の説明みたいなね、えー、ところがここでなされております。はいまあ、の本論編に入っても えー、しっかり基礎編じゃなくて本論編に、えー、入ってもですね私はねこのテキストに大体こういうページがありますのでこの「学び方」というページはすごい私は大事に考えていてやっぱりあのそのテキストの中で一番重要なところはどこなのかっていうのを先に知ってから学習に入った方が効率いいですよねっていうことおならば、えーま、もっと大事なところはねこのほら先にあるから今はそんなにあまり深入りするのやめ,やめとこうとかね、えー、そういうふうな気持ちにもなれるし、はいえー、ということです。じゃあ 学び方2番を使ってですねこのテキストでこの科目で一番じゃ大事なところは何なのかというのをこのしっかり基礎編の段階から明らかにしていきましょうはい、あのー、こあのこの健康保険法というのは保険ですよねはいで皆さんが今まで学習してきた労災保険雇用保険、はい、と同じように保険なんですよで保険とは何ぞやっていう話保険とは何ぞやっていう話をですねすでにさっきイラストのところでちょっとお話ししたんです保険とは何ぞやもう一回 この図を使っておさらい。はい、保険とは保険料を常日頃払っておいてまあ実際にはこっちに払うんですけどね、えー、保険料を常日頃払っておいて何かが起きたら例えば、えー、怪我、病気をしたとかねと、えー、いうことで病院にかかったらみたいな感じですけど、はいえー、ただ、はい、何をもらえるか給付を受けることができると。はい、それがね保険なんですよ。 はい、常日頃保険料を払っておいて、何か起きたらその何かのことを保険事故と言いいこの後おお話し,しますけれども、保険事故が起きたら保険給付を受けるそれがそれこそが保険料の真髄なんですね。はい、えー、ということならばやっぱり重要なところもそこ、おのずとそこになってきます。はい、えー、保険料ですとか給付とか、まあまずはね最優先に考えるべきは給付です。そうするとこのテキストで、えー、給付を扱っているのが、えー、第五章を 第6章第7章第8章ということになります。そうですので、えーまあ、5章から8章というのがおのずとこのテキストのメインの箇所になってくるはいそんな感じでしょうか。まあ、とりわけですねあのボリューム的にも第5章はものすごく厚いところですよね。えー、不疾病に関する保険給付と いうことで怪我したり病気したりみたいなねそのさっきの3割負担だけで治療が受けられますよっていうのも一つの給付の形なんです。はいえー、保険証を、ね、病院の窓口に提示しててて割だけ払って帰っっ帰くるということ別にあれ何ももらってないじゃないかといや3割だけ払えばいいんだもんね割残る7割は払わなくていい保険者と呼ばれるところが、えー、払ってくれる制度、はい、恩恵を受けられるということ。 そっていうね、えー、第5章をが、まあ、このやっぱり中5章から8章の中でも中核の部分と言えるでしょうね、はいさあ。あとはというと保険料なんですよね。で保険料がどこにあるかというと第10章のところにありますね。ということでおのずと。 やっぱり保険料、保険給付と保険料ですね。え、これが学習の総壁をなす、総壁を担うですね、ところかなと、重要なこう二大テーマということが言えるかなというふうに思います。はい。あとさっきね、保険証を提示してっていう話ありましたね。病院の病院にいてね、保険証、健康保険証を持ちお持ちの方なら三割を払っていますって書いてある。これ。 そう保険証健康保険証というふうに書いてありますけれども、これ正式な名称はね違うんですよ。正式な名称は保険証ではなくて非保険者証なんです。はい、非保険者証。保険証を持っているのは、はい、保険証を持っているのはこの図にもう一回ちょっと戻りますけれども、はい、非保険者なんですね。はい、ここにも書いてあります。非保険者。はい、非保険者。 えー、という言葉があるならば頭の「火を取っ払って、えー、ただの保険者というのも存在する、はい、それが、ね、あの先ほどのおこの図だと右下のところここに最終的に保険料を払うんだけどねとそう保険者保険者これ保険を運営する側です、はい、運営する側ですから全国健康保険協会というところだったり、えー、健康保険組合 というところが保険を運営しその保険に加入している側を非保険者というんだということですねそうですから私たちが持っているものは保険証ではなく正式には非保険者証なんですね非保険者であることを証明できるものそれが非保険者証なんです はいえーまあ、それでも私たちはよく保険証を持っていくみたいなね、えー、保険証提示してくださいっていう言い方をしますけども正式には非保険者上です、はい、ならば当然非保険者の概念も重要ですよねっていうこと、はい、4ページに行きましょう非保険者のの概念は第2章のところでやりますですから1回目の授業、ね、のところで、ね、早速、ね、この非保険者という重要論点に触れていくことになります その前提としてはい第一章のところで保険者という重要論点を見ていくことになりますはい、えー、という保険者非保険者一章二章もお非常に重要度が高いですでねそれを言っちゃうとね三章も重要なんですはいだからまあ重要なところ多いよねっていう話ではあるんですけどやっぱり、えー、保険って考えたらやっぱり保険給付と保険料というのはもう二大テーマだというふうに思っていただければと思いますはい さあ、えー、ということでなんとなくこう保険関係の科目への向き合い方、えー、というのもちょっとイメージしながらねもうシャロシー試験って大半保険科目なので、はいえー、なのでやっぱり保険を、ね、苦手だとねシャロシー試験は、ね、乗り切りようがありません、はい、だから保険の持つ意味合いというか、えー、保険とは何ぞやっていうところは早めにねちょっとイメージしていただきたいなと思いますはいでは行きましょうおあ一応あの学び方の3番を軽く見ながら まあこれは健康険に限らないで,ですしあとまあしっかり基礎編の段階ではあまりそこまでね考えなくてもいいんですけれども、はい、まあでもこの意識づけは、ねえー、早いに越したことはない。このお科目も他の科目同様ですね、えー、過去の本試験問題を基礎とした学習が有益な科目だというふうに書いてありますね。はいえー、ということで過去問大事なんですよ、おとと。いうこと、はいえー、次の行にも書いてありますけれども過去の問題集ですね過去問。 はい、まああの大学受験でもそうですけど、この資格試験である社労士試験でも過去問を使った学習というのは非常に効果的です。はい。さて、それではちょっと前置きが長かったですね。はい、17分ほど要しましたけれども、本編に入っていきたいと思います。さて、本編7ページを開けてください。はい、第一章総則保険者からスタートです。あ、そうだ、1回目なので、あの一応。 えと今日1回目からあと最終の第4回目まで、えー、第1回でどこまで進んで第2回目どこからでみたいな話をちょっとしたいと思います、えー、ちなみに第1回目は34ページまで,で,すページまでそして第2回目が35ページから始まって、えー、65ページまで。 はいでですねで3回目がですね66ページ、資格の後の療養費というところから始まって、96ページまで、はいそして最終第4回目が97ページ、第8章、保険給付の通則からラストと、はいそんな感じです、うん。ということですね。ですからまああのこのこ 回目がまあ七ページから始まって三十四ページですから、えー、まあ二十七八ページですかねはいま三、あ、十ページをまあ切ってますのでまあそんなにあのタイトな回ではないとまあそういうこともあって、えー、先ほどねこの最初の序盤の話を結構厚めねお話ししていたわけですけどはいさあ、えー、というこんな話し,しておいてですね <laughs> 終わってみたらあのね一コマ二時間半を軽くオーバーしてたらじゃちょっと話にならないので、えー、時間を意識しながら進めてまいりましょうというところです。 えー、ということでよろしくお願いします。七、えー、ページ第一章総則保険者からスタートします。はい、第1節総則保険者あー四角の位目的と書いてありますね。えー、まあ王にしてですね法律の第一条を目的条文と呼んでいます。えー、その第一条を見ればですねその法律が何のために存在するのかっていうのがわかるんです。 条文、はいまあ、を見ていくと最後ね、えー「何々することを目的とする」という表現からも分かるようにここにはその法律の意義目的が書かれております、はい、じゃあ見ていきましょうこの法律は、えー、労働者またはその非扶養者、はい、これちょっとアンダーラインしておきましょう「えー、労働者またはその非扶養者」まあ、の健康権は労働者の保険だというふうに言いましたけども「非扶養者のためでもある」ということ。 そうですので、すの労働者だけじゃなくて大切な大切な家族扶養に入る人ということで非扶養者よく扶養に入るとかって聞きますよね、はいえー、そう扶養に入った人のことを非扶養者と言います、はい、の業務災害以外のその後四4つうこの4つを保険事故と言いますはい、えー、不詳あ失礼失礼 負傷、死亡、出産ですね。はい、この4つうー、これを保険事故と言います。ちょっと書いておきましょうか。はい。まあ、さっきから私もちょ申し上げてはいましたけども、具体的にこの話を初めて、えー、しますね、えー。保険事故と言います。この4つをですね。はい。この保険事故が起きたら何が行われるか。 3行目「保険給付を行い」って書いてありますね。はいマークをしておきましょう。も、えー、って国民生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするとはい、えー、いうところですね。ということで、まあ、要するに「えー、不し、疾病不詳死亡出産」が起きたら給付につながるんだということでこの給付にね直接的につながるきっかけとなるイベントのことを「保険事故」と申します。 はいえー、こういう概念があるんだということをしっかりねちょっと押さえてもらいたいかなと思います。はい、はい、あとですね、まあ、1行目から2行目業務災害以外のというふうに書いてありますけどじゃあ、えー、業務中に怪我をしたらっていう話です。業務中に怪我をしたらそう労災保険ですよね、えー、ということそうですから1行目から2行目括弧の中ですね えーまあ、ちょっとあのアンダーラインとかはしませんけどもお業務災害お労働者災害保,障保険法つまり労労災災保保険険ですよね、えー、労災保険法第7条1項1号に規定する業務災害を言うと、はいえー、つまり労災保険の方で規定されている業務災害であれば、えー、要するに労災保険で、えー、カバーしましょうとそれ以外を健康保険でカバーしますというですね、えー、そういう話、はいえー。ということで、まあ、既に。 これをご覧の皆さんは労災保険をねおそらく一通り、えー、授業を受けたんじゃないかなと思いますので、えー、それを踏まえてね労災がカバーするところは労災がやるそこがカバーしきれない部分を健康保険でやるという位置関係になってるんだということはしっかりイメージしておきましょうはいさあ OK でしょうか、まあ、一応ここまでを図解したものが下のお話、はい、では次に参りますよはい、えー、8ページ、えー、です第2条基本的理念です 基本的理念。ええー、まあ、ちょっと、うん、あの、文章が長いですね。まあ、今日は、あの、さらりと飛ばそうかなと思うんですけども。実は、ね、この条文は、まあ、やっぱり、えー、本論編に入ったらね、あの、もうちょっとね。 細かく、ね、授業すすると思います、はいえー、何でかっていうとねシャルシー試験っていうのは択一式と選択式っていうのが、えー、ありますけど、まあ、あのどっちがねその試験っぽいかというと、えーまあ、普通イメージする試験っていったらあの問題が出てきて「丸か×か」っていうのをジャッジしていく問題で5つそんな文章があって、えーね、あのいわゆる五種択一ですよ。 はいえー、5個の中から正しいものを1つ選べもしくは誤っているものを1つ選べとかですねあとまあ正しいものは何個あるかとかですね、まあ、そういういわゆる択一問題、はいえー、というものとあともう一つがね選択式試験選択式の問題ということで、えー、まあ,あの空欄にされる試験があるんですねはいいわゆる空欄穴埋め試験というのが選択式あるんですけど例えばこのね第2条というのは選択式ね要注意な条文なんですよ。 はい、選択式注意っていうようなね、はいまあ、本編に入ればあの選択式注意な条文は、ね、選択注意って、ね、書いてあるんですよ。はいえー、なので、まあ、まあそういう話は、まあ、一応本論編に入ってからでいいかなと、はいえー、思いますけど、まあ、この第2条なんかはそういう条文ですだからまあ本論編に入っててかかからの方が少し細かく見ていいなというとうころです、まあ、全部で4回しかないのがしっかり基礎編なので <laughs> まあ,あまりちょっと細かいところにはタッチせずいこうかなと。さあじゃあこの第2条 今日お話ししたい話なんですけどやっぱりね1行目ですね、はいえー、健康保険という制度が1行目医療保険制度の基本をなす存在だということねはい、えー、まあ会社員のそのお医療保険、えー、それが健康保険なんですけどももちろん自営業者のための医療保険もあるし、えー、例えば、えー、船乗りさん船員さん 専員さんにとっての医療保険は専員保険というものがありますし、はいえー、あと、まあ、例えば公務員の方公務員の方は公務員の共済、まあ、ちょっと感じこんな感じですけどね、えー、公務員の教材という制度があります、はいえー、そこにこう加入したりといういろんな医療保険が存在する中健康保険はその基本をなす存在なんですね。はい、よくあの日本はです、ね、サラリーマン国家い という,ふうに、ね、言われていて要するに会社員もしくはその会社員の世帯ですね、はい、の割合が非常に高いということやっぱりの労働者が関連する医療保険がやっぱりね非常に規模が大きいんですよということ。 そうだから健康保険というのは医療保険の中でも中心的な役割を果たすからはい4行目そのあり方に関しては常に検討が、えー、加えられなければならないというですねそれがこの条文の中心部分だと思いますね。はいということもう一回言いますよ健康保険制度というのは、えー、医療保険制度の基本をなすつまり中心的な存在だからこそ在り方には常に検討が加えられるべきだと。 いうのがこのね第二条のお一番の、えー、そのポイントではないのかなというふうに思います。はい。あとはあの本論編の時に、えー、さらにあのちょっとここをね混乱されるかもしれないみたいな、えー、お話を追加してまいります。今日はこれで終了しましょう。次に行きましょう。四角の三保険者です。先ほどおもうすでに説明済みです。保険者というのは保険を運営する主体です。はい。えー、あ下にも参考のところにも書いてあるね。 この表現もいいですねはい、えー、保険事業の経営主体って書いてありますまあ、つまり保険を運営する側だということですね、えー、保険料の徴収を行ったり、えー、あここに登場しますね保険事故について保険給付をしたりするのが保険者だということになりますはいさあ保険者はねこの2社ですはい保険者は、えー、この2つ全国健康保険協会 および健康保険組合ということでこの二つ保険者は二つ二者存在するんだということを押さえておきましょうはい二社存在するのってね珍しいですようんだって、えー、皆さんすでに学習した労災保険雇用保険はいじゃあ老齢保険雇用保険の保険者って何でしたかって言われて覚えてますかはい老齢、えー、保険雇用保険の保険者は、えー、国なんですよ政府 国が保保保険険険者なんです、はい、労災もも雇用保険もねただ、えーまあ、まあこの場合の国政府というのは厚生労働省を指していて、えー、労災保険だとでもお、ね、具体的に事務を厚生労働省霞が関でやらないからあの労働基準監督署にいろいろ届け出したりとかねそういう話があったでしょう。はい、あとはあの雇用保険だったらハハロローワーーーワワククですよね正式には、えー、公共職業安定証。 労災保険では監督証そして、えー、雇用保険ではハローワークー安定証ですね、はいまあ、そこで具体的な事務をやっておりました、はい、でじゃあ健康保険はというとそもそも保険者は政府ではない、えー、ということね全国健康保険協会、えー、か、えー、健康保険組合必ずですねあの皆さんあの会社員の皆さんはどっちかに加入してるんですどっちかの健康保険に入ってるはい。 と、えー、というこをもっとねもっとイメージするならば、えー、全国健康保険協会はイメージ中小企業が加入するようなです、ねえー、ものだと。はい、でこの健康保険組合こっちはイメージ大企業をなんだと。はい もう本当にマンモス企業と呼ばれるような会社になるとおもう一つの会社で一つの健康保険組合を作っていると、はい、そんな感じなのでこういう言い方もできますね、えー、全国健康保険協会は日本全国に1個しかないんですけども、まあ、支部は各都道府県にありますけどあの組織大元の組織は全国に1つしかないですねなんだけどお健康保険組合というのは、まあ、イメージ大企業の数だけ存在すると。 そんなような感じなので、まあの違いをイメージしていただければいいかなというふうに思います。はい。で、保険者によってですから、保険料とかね。あの保険料を計算するときの両立とかがね。全然違うんですよ。はい、えー、というのも知っておきたいかな。はい。さて、えー、それでは次に参ります。9ページ。さあ、ここからは少し細かい話に、えー、それぞれのね。話に入っていきましょう。 まずは、えー、四角の4全国健康保険協会が運営している健康保険のことを全国健健康康保保険険協会と言いますもうちょっとしゃべるのもかみそうなフレーズですけれどもまあねこれね全国健康保険協会鑑賞健康保険って、えーはいまあねね、言われてもなかなか浸透しないよね私たち国民には。はい、だから、えー、結構ねホームページとか見ると協会憲法 協会憲法こんなことしてますみたいなね、えー、結構そういうのがこうおよくこう説明あの PR されてたりしますよ協会憲法というですね別名がありますはい、えー、のことですさあ,あじゃあ見ていきましょう、えー、枠で囲まれているところ法律五条の一項です全国健康保険協会は健康保険組合の組合員ではない、えー、被保険者の保険を鑑賞すると書いてあります そこの表現でも分かるように必ず私たち労働者であったりその非扶養者に関しては健康保険組合かこの全国健康保険協会どちらかに属するということがこれで分かりますねという話です。 さあそしてその下丸二のところこれ過去問これねそうそう過去問マークなんです今までここの説明をごめんなさいするの忘れてましたけどもおおこういうマークを見ると要するにそこがあいつそしてどんな形で試験で問われたのかということがわかりますはいまあ、最近ですと卓一で、えー、出題されているということで平成十五年平成二十年平成二十九年そう去年も出てますねということはあ去年とかごめんなさい平成二十九年で、えー、出題されていると。 お私が今しゃべってる段階から見るとお、まあ、去年の試験、えー、ということになりますか、はいえー、ということですかね。まあ平成29年の試験で、えー、問われたということになります。はい、えーですね、まの規定により全国健康協会が,が鑑賞する健康保険の事業に関する業務のうち、えー、被保険者の資格の取得および創出ちょっとこれアンダーラインしておきましょう。 資格のの及び創出の確認、2つ目が標準報酬月額及び標準所有額の決定並びに3つ目が保険料の徴収、この3つについては、はいえー、そしてまあ並びにと一応4つ目も書いてあるんですけど並びにこれらに付帯する業務とまあでも実際はもう実質上この3つですね。 資格の取得及び創失の確認標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収この3つについては、はい、全国健康保険協会ではなく厚生労働大臣が行うとはいですから全ての業務をこのね全国健康保険協会、まあ、ちょっとあの名称が長いので協会というふうにこれからは省略いたしますがこの協会 があ担うわけではなく、この三つについては厚生労働大臣が、えー、その役割を果たすんだということが書かれております。はい。えー、では次に行きましょう。えー、その下た括弧一括弧一括弧二はいいかな飛ばしちゃいましょう。あ、でも括弧二ごめんなさい。一、え、箇、ー、所だけ。はい。じゃあ,あの厚生労働大臣がね担当するものが三つあるわけなんですけども、おじゃあ教会は何やるのっていう話。 いやもちろんいっぱいありますよやることは丸1教会は次に掲げる業務を行う,う ABC で E とありますけどもまずやっぱり A スタートですね保険給付マークしておきましょう、ねえー、怪我をした時に、えーまあ、例えば3割負担で治療が、まあ、受けられるようにする,するために残る7割を診療報酬として、えー、病院側に支払うと、はいえー、いうのも一つの立派な給付なんですよね、えー、ということ。 はいえー、そういったの給付に関する業務を行うのはもちろん協会、えー、ということになるわけです。ここは厚生労働大臣ではないということねしっかりイメージしておきます、はい、そんな協会の「かっこ3」えー「機関」ということで事業所まずは丸一事業所」ま、業所ですね協、えー、会はですね本部とあと支部で成り立っているそんな感じでしょうか、えー、本部のこと、はい「主たる事務所」と呼んでますね 主たる事務所ははい想像通りですね東京都にあり重たる事務所お支部と言いますけどもおあ支部という表現はマークしておきましょうはいま私があの軽鋼ペンでこうマークするとまあうんなんていうでしょうねそのお箇所のところでね最重要な話の時にはまあフレーズも含めて、えー、かあのー、こういうふうに蛍光ペンでピットを引っ張ります。 はい、次に重要だなって時はこのアンダーラインを引っ張りとかね引っ,張りた、えー、引っ張ったりとか、えー、そういう話、まあ、あと気まぐれでの丸したり <laughs> しますけれども、えー、まああまりそこはちょっと大きな差はないかなというところでしょうかやっぱりマークしてくださいっていうところは、えー、非常に重要度が高い、えー、そんな感じですね。はいまあ、あとはあこういういのの、ね、結構その、えーあの なんでしょうね蛍光ペンがちょっと薄くなってしまったら私があんまり蛍光ペン引っ張ってもなんか重要度があんまり強調されないかなっていう時にはねちょっと丸してここは強調しておいてくださいとかねまあそういう時は重要なんだなっていうふうにちょっと指してもらえれば <laughs> 嬉しいなと思います。はい、えー、ということで、まあ、まあこういうのもやっぱりひっくるめて、えー、私のその授業の仕方みたいなところはありますのでまあ,あの少し慣れてもらえれば嬉しいかなと。はい さてと、えー、ということで本部は東京都そして住宅事務所、支部は、えー、各都道府県にあるんだと、はい、支部は各都道府県、これマークしておきましょう、各都道府県,、ね、各都道府県に設置するです。 はい、あ,あとすいません、えー、授業ちょっと途中で止めることが多いですけど、まあ、1回目なんでね、はいあのー、マークしてください重要ですって言いましたけど最初のうちにあまりこう蛍光ペンとかね色を使いたくないという方も多いと思います。はいだからまあ,あの重要の度合いさえ分かっていただければ、えー、例えばマークする、ね、私がだったらマークするところをおじゃあ自分は色を使いたくないから、えー、じゃあ鉛筆でこうぐるぐるっとね、えー、囲むとかね、はい、それを最重要にして次はアンダーラインっていうふうにねご自身の中で、あのー、それをこう なんていうかな、えー、割り振っていただければというふうに思いますんで、はい、まあそこもねお任せいたします。はい、色をね最初からね使いたくないという人の気持ちものすごくね私よくわかるんですよ。はい、えー、なので、もう皆さんのやり方でやってください。はい、さて次に行きます。えー、丸に役員です、えー。教会に役員として理事長一人、理事六人以内および幹事二人を置くとおいうふうにありますね。はい、理事長一人、理事六人以内、幹事二人。 これ全部マークしておきましょょうか。やっぱり数字はね、ちょっと怖いんですよ、ねまあいずれやっぱり選択式で空欄にされることも考えると数字というのはできる限り、えー、その押さえるということまあいきなりは難しくても試験本番までに抑えればよいと、まあ、そういうような感じでしょうかね。はい、さあ、えー、ということで理事長1人理事6人以内幹事2人を置くとそれが役員だということね押さえておきます。そそしてその下丸3、運営委員会。 はい、協会のね本部に置かれているものです。ええー、それが運営委員会。で目的はというと、事業主及び被保険者の意見を反映させて協会の業務の適正な運営を図ることにあるんだとね、えー、いうこと。まあそこもちょっとアンダーラインを引っ張っておきます。さて、えー、次に参ります。10ページ。はい、10ページ丸4、評議会ですね。はい、評議会。 協会は都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため支部ごとに評議会を設けると、はいまあ、先ほどの本,部に置かれて本部に運営委員会が置かれますという話を、ね、しましたけど支部ごとつまり都道府県ごとに置かれているのは評議会です。はいえー、ということで、まあ、こちらもアンダーラインを引っ張っておきます。 本論編に入ったらまあ運営委員会も評議会もマークしておいてくださいって多分、重要度を少し上げると思います、はい、今の段階ではまだそこまで覚えなくてもいいでしょうはいということで、はい、さてあ、あとそれねそう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 ,そうだ、この話はちょっとしておいたほうがいいな、えー、さっき9ページのところであの本部はアンダーラインしかしてないのに支部の方をマークしましたこれ何か意味があるのかと、はいえー、実はあるんです。 はい、実はねこの協会憲法はあの支部という概念非常に重要なんですね。はい、でねそもそもねこの9ページの上のところで何で協会の業務なのに大臣厚生労働大臣がやるんだろうと、ねえー、厚生労働省は保険者ではない、えー、だから運営することも、ね、ないはずですもんね。なんですけど実はこの全国健康保険協会 という組織がですね誕生したのって、えー、実はまあまあ最近と言われれば最近ですしちょっと前といわれればちょっと前なんですけど、はい、平成20年10月からこの教会憲法というものがスタートしているんですね。 これちょっとどっかに出てくるかもしれないけどお今ここにこう書いちゃいます。はい。平成20年10月から教会憲法というものが誕生していると。じゃあ皆さん平成20年9月まではどうしてたのかっていう話になりますね。平成20年9月までは教会憲法というのは存在しなかった。じゃあその時はどうだったのか健康保険組合しかなかったのか。 いうと健康保険組合はもう当時からも昔からずっとあるものなんですけども平成20年9月まではそれと同時に政府が運営してたものを、まあ、イメージ平成20年10月からはこの協会が引き継いでいるんだとそんな感じ。 はい、でじゃあ教会って何なのかっていうと、まあえー、公,務員では公務員ではなくてでも完全なその民間の方ではない人がですねそこに働いているとそういうようなイメージなんです。はい、だからちょうど要は平成20年10月から何が行われたかというと要するに国とその民間の ちょうど愛の子ですね、えー、これがあの全国健康保険協会、まあ、こういうのを非公務員型の広報人というふうに読んだりしますけれども、えーまあ、それ詳しくはちょっとまたね本編でお話し,しますが、えー、そういうあの中間的なです、ね、位置づけそこに業務をやってもらおうと、えー、そこに要は保険者の機能を移していこうと、えー、いうことで少し国から切り離すことで、まあ、少しその透明性を高くすると、はいまあ、そういう狙いがあったというのが一つとあと最大の狙いがですね はいこの協会のポイントは支部なんですよねそう支部都道府県都道府県ごとにつまり支部ごとにですね保険料をね設定できるようにしたんですよっていうのは第10章でやります第10章最後の方で保険料の話やりますよねはいそこでまた改めてやっていくそっちにね行くとあの、ね、都道府県単位の保険料率っていう言葉が出てくるんです。 はい、だからそこそうなるともう鍵は都道府県ごとの話支部ごとに要は保険料率が違うんだということをね、まあ、いずれ皆さんは学習することになります今の段階から協会支部は重要だよというのをイメージしておいてくださいさて、えー、10ページにいきましょうはいそんな支部ごとに置かれているのは評議会なんですねはい、えー、ということさて、えー、では次にいきましょう このページのですね。かっこの4番秘密保持義務というところに参ります。はい、えー、秘密保持義務です。えー、丸1。教会の役員、もしくは職員、またはこれらの職にあったものは健康保険事業に関してそうですね、えー、職務上知り得た秘密を正当な理由がなく、漏らしてはならない。要するに秘密保持義務守秘義務があります。よっていう当たり前の話です。 当然この規定に違反したら罰則ありますよ。はい。まあ一応罰則はあのこのテキストの後ろの方でやりましょう。はい。まあここではちょっとサラリと行きます。さて次に行きます。括弧５ですね。はい。括弧５。事業計画等の認可。協会は毎事業年度をはい。皆さんの会社でも計画を立てたりね、予算を作成したりしますよね。っていう話。 はい、まああのこの協会についても予算の話があって、はい、予算を作成、当該年度開始前に厚生労働大臣の認可が必要なんですね。はい、大臣の認可マークしておきましょう。大臣の認可を受けなければならないんだということですね。そうですから、まあ要するに平成20年10月から協会にまあ保険者の機能を移したんですけれども、まあ今でもやはり厚生労働大臣、国政府の 何、ねえー、て言うんでしょうねこう監督下にあるというか、はいえー、そんな状況をイメージしてもらいたいなと思いますそういうあの力,力関係というかね位置関係を知っていただけるといいかなと思いますよさあ,さあ皆さん予算があるならそう決算もあるよね、はい、それが次の括弧です協、えー、会は毎事業年度の決算を、はい、翌事業年度の5月31日までに完結しなければなりません。 あ年度というのは皆さんが知っている年度です。4月に始まり3月に終わるそれが一つの年度です。はい、えー、年度の決算。だから3月末で締めたものを2ヶ月後5月の31日までに完結その決算業務をまあ要するに締めなきゃいけないとそういう話ですね。 でその後おまた協会はと毎年度お財務書表を作成してこれ,までこれに当該事業の,のお事業報告書とか決算報告書とかをお添付してねでさらに幹事及び会計監査人の意見書をつけて決算完結後2か月以内に、えー、もろもろのね書類を要するに厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならないと,というこのおートータル4行お細かいルールが決められているんですね。 ととといいうことをなんとなんくイメージしてもらえればと思いま,す、はい、まあ1箇所もマークしておりませんけれども本編に入ったら、まあ、結構マークいろんなところすると思います、えー、この5月31日までそしてあと財務諸表を出したりとかね、はい、っていうのも重要な、まあ、話ではある一応ここでもマークしとこうか、はいえー、5月31日まで財務諸表をあと最後ね第1に提出してその承認を受けなければならないということしっかり押さえておいてください。 三業目の決算完結後2ヶ月以内にというのもマークしておきましょうか。はい、そんな感じです。このあれですよ、えっと財務諸表をは皆さんの会社でもあるようなね BSPL とかねあのいわゆる貸借対照表ですとか損益計算書そういったものを指すんだと、えー、いうことですね。だからまあそういう意味ではもう会社となら変わらない、えー、ことがあるんだと。 ね、あとほら幹事会計監査人の意見書をつけるう、ね、こう企業だと監査法人、えー、とかの、ね、話になったりするでしょ同じような、えー、話なんだということをイメージしておきましょう、はい、さて、えー、次に参ります、まあ、今日はね11ページの括弧8910あたりの話は、まあ、飛ばしちゃってもいいかな、えー、というふうに思っております。 さて、えー、そしたらですね、次は資格の5ということで今度はもう一つの保険者であるう健康保険、えー、健,康健康保険組合の話に移ってまいりましょう。さあ、ということで資格の5番ね、健康保険組合が干渉する健康保険ということですね。はい。 えー、その下健康保険組合は法人であり丸一適用事業所の事業主にその適用事業所に使用される被保険者および任意継続被保険者をもって組織すると、はいまあ、のこれを見ると過去に、えーこ,れね、あのこの部分が枠で囲まれていて、えー、これ平成3年記述式って書いてありますけどもだいぶ前ですけどね、えー、平成3年この、ね、当時は平成1 平成11年までは記述式といって要は空欄にされたところも、ね、自力で、ね、埋めなきゃいけなかった、えー、っていうのが平成11年まででの記述式です今はというと選択この、まあこの,後のいずれどこかでマークが出てくると思うんですけど今は選択式という空欄穴埋め試験じゃあ何が違うかというとお空欄にされてそこに入る言葉をしたの、ね、20個から選びましょうみたいな。 はい、空欄は5つ開けられていて ABC でいいと5つの空欄を下の20個から全部埋めていくとおそんな感じ今はそういう試験ですでも当時は記述式ですからこれ空欄にされた任意継続非保険者をお自分で手書きで書かなきゃいけなかったというね、まあ、あの以前はそういう出題形式でしたというのもお知っておいて頂いければと思いますさて次に行きます。えー、12ページはいの1 健康保険組合の設立です健健康保険組合の設立健康保保険険組組合合のの設設立立には任意設立と強制設立とがあると、はい、いうふうに書いてありますねただまあ,あの、ね、強制設立に関してはあの全くと言っていいほど試験に出ていないんですね。はい 条件を満たすと要するに厚生労働大臣が要するに組合のね設立を命ずることができるという規定が確かに条文上存在するんですけども実際この法律第14条によって強制設立された憲法組合っては未だかつてないそうです。はい、ですのでまあですから任意設立の方が圧倒的に過去の試験では出されている。 昨年、平成29年の試験なんかもそうでした。はい。えー、数字がね空欄にされました。去年はこの、ね、3000人っていうのが空欄にされてましたかね。はい。さて、えー、じゃあ3000人って何なのか。共同設立の場合は合算して常時3000人以上の被保険者って言ってますね。 共同で設立するつまり複数の会社で一つの健康保険組合を作るっていう時に求められる人数の条件それが3000人だったたとというこでで去年取材されたんです、はいでね、もう一つ700という数字の条件もあってそれは何かというと1または2以上の適用事業所について常時700人以上の非保険者ってことなんですね。 でこれ1または2以上って書いてあると複数の会社の話かなと想像してしまうんですけどそうではないんですね。一つののの会社の中にも複数事事業所事務所務がありますよねと、はい、で基本的にです、ね、私たちが学習する法律というのは、まあ、得てしてですね、えー、各事業所ごとに考えていくという話、えー、なんです。 例えばもう皆さん既に労働基準法の授業を受けたかな、えー、と思いますけども、労働基準法でほら就業規則とか、えー、サブロック協定なんて出てきますよね。はい、就業規則とかサブロック協定というのはあれはじゃあ本社で作ればそれで終了ですか。違いますよね。えー、各事業場ごとに作らなきゃいけない、えー、っていう話。 はいえー、そういうのを多分皆さん学習したと思いますつまり労働基準法も事業所ごとに行うみたいなそういう話なんですね。はい、さあそれで何の話かということなんですけどもおここについては、はい、1または2以上の適用事業所って書いてありますけども、まあ、イメージとしては、えー、これは複数の会社ではなくて一つの会社の中のお複数の事業所。 っってていいいうようよな、ね、イメージを、えー、持っていただければと思いますつまり、えー、単独で、えー、健康保険組合を設立する場合の話だと700人以上の被保険者が必要ですよとで複数の会社つまり共同設立の場合は、えー、合算して常時3,000人ということで、えー、700と3,000をしっかり使い分けましょうとおまさに去年はそういう出題でしたはい、えー、そんなとこですかねはい。 ではあその下に参ります。括弧の２に行きましょう。健康保険組合の設立です。はい。あこの図を向かみ見よう。うはい。七百三千のお被保険者を使用する事業主が適用事業者に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て規約を作る。うこの規約という言葉をねマークしておいてください。はい。規約健康保険組合内部の規定のことです。はい。 規約を作成してその下厚生労働大臣の認可が必要だとはいその認可を受けた日にはい下の括弧の2、えー、憲法組合ははい設立の認可厚生労働大臣の認可を受けた時に成立するんだとこれマークしておいてくださいはいいつうその成立したと言えるのかっていう話ですはいであの 先ほどちらっと言いましたけど規約という言葉も重要で,さんです、ね、内部の規定なんですけどもその規約にです、ね、名称ですとか事務所の所在地ですとか保険料ですとか保険給付に関するルールですねそういったものをしっかり規約に入れる必要があると。 先ほどの健康保険組合ごとにね。あの保険料率なんかも違いますよ。みたいなね、えー、話もしましたけど、はいまさにそういうこと。そういう細かいルールをしっかり規約に定めていく必要があります。はい。以上、次に参りましょう。えー、お次のね。かっこ4。予算の届出及び報告書の提出と書いてあります。まあ、要するに丸1が予算の話丸2が決算の話です。はい。 さあこれえ皆さんにあの比較していただきたいのは協会ですはい協会憲法との比較をねぜひねしていただきたいんですはいさあどうでしょう予算じゃまず予算がいきます健康保険組合は毎年度収入支出の予算を作成し当該年度の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない年度開始前に大臣に っていうのはなんとなくね同じような話なんだけど届け出なければならないという表現この語尾をマークしておきましょう届け出なければならない先ほど教会はどうでしたっけ教会はというと十失礼もうちょっとあいいのか、えー、10ページですかね10ページの括弧5下の方下半分下あたりのところかなはい括弧5 協会は予算を作成し年度開始前に大臣の認可を受けなければならないって書いてありましたね。はい。えー、言い方を変えると十三ページの方、憲法組合は認可まではいらないんです。でも届けでは必要なんですみたいな、えー、そういう話だということをしっかり押さえておきましょう。そしてさらに丸に報告書の提出って書いてありますけど、まあ要は決算の話です。えー、事業および決算。 えに関する報告書これを作成して厚生労働大臣に届けてなければならないいつまでに1行目はいマークしておきましょう毎年度終了後6ヶ月以内にとさあどう思いますか教会との違い先ほど教会憲法は10ページでですね、えー、決算のところこう書いてありましたね えー、決算を翌年度末の5月31日までに完結させなきゃいけなくてでそこから2か月以内ですね決算完結後2か月以内に、えー、いろいろほら財務書表を出したり2つの報告書を添えて、えー、幹事会計監査人の意見書もつけて、えー、提出して承認を受けるというかなり細かくですねしかもタイトな、えー、スケジュールがこう決められているのに対し、えー、憲法組合はそんなことないですよね。はい 憲法組合は、えー、若干なんだろうちょっと放任主義というかはいなんかそういうような感じなんです、えー、どちらかというと教会の方が厳しくて憲法組合は少し甘いなんか関係にあるということそれをしっかりちょっとねイメージしていただきたいと思います。 はい、もう一度言いますけどもなぜかというと協会憲法は平成20年9月までは政府が運営し,たしていた健康保険だからとそれを引き継いでいますので今もなお厚生労働大臣の強い管理下にあるんだと、はいえーまあ、言い方を変えるとちょっと締め付けが厳しいみたいなねでも健康保険組合はそこまで厳しくないみたいなふうにイメージするといいんじゃないでしょうか、はいえー、あと下13ページですね、えー、6この言葉だけ今は押さえておきましょう。 健康保険組合の最高意思決定略して憲法組合には組合会と呼ばれるう最高の意思決定機関、まあ、そういうふうにちょっと書いておきましょうか、えー、最高の意思決定機関はいそれがあ組合会ですちょっと乱筆でごめんなさい はい、最高の意思決定機関だということをイメージしておきます。はい、それが組合会です。はい、OK でしょうか。さて、えー、では次に参りましょう。14ページ。えー、まああの今までことごとくなんか教会と違うなっていう話なんですけど、まあ、例えば括弧7あたりは珍しい共通点。 健康保組合の役員および職員は健康険事業に関して知り得た、えー、秘密を正当な理由なく漏らしてはならないそうですよねっていう話です。守秘義務があるということ。さてその下ですね過去マークは3つもいいている、はい。確かに教会っていうのは1個しかないから、えーね、例えばそれが複数あれば複数が合併したりとか1個が2つに分割されたりとかあるかもしれないけど確かに教会にはないんだよねこの概念そのものが。 憲法組合にはあるこういうふうに合併の話分割の話話分割憲法組合は合併または分割をしようとするときは、えー、最高意思決定機関である、はいえー、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数決によって、はいえー、さらに大臣の認可をお、まあえー、受けて、えー、合併できる分割できるっていう話になるわけです。はい、4分の3以上の多数これマークしておきましょう。 あと厚生労働大臣の認可、これもマークしておきます。はい、ということで、合併分割がなされるのは、そういう場合。でね、これとね、もう一つね、同じようなパターンが括弧の十なんです。はい、解散です。合併分割もう一つ解散。に関しては、で出てくるのが、はい、えー、組合会議員の四分の三以上の多数決の話。はい、これしっかり押さえておきます。 ただ、えー、この番解散に至るパターンというのはまだ他にもあって、ま、え、に、ー、憲法組合の事業の継続の不能おですとか、えー、厚生労働大臣直々のですね解散命令、えー、ですとか、はいまあ、解散に至るパターンはいくつか存在するということはイメージしておきましょう。はいえー、それでは、えー、あもう一個ね。えー あそうそうこの「丸二を満たした場合3パターン全部であるんだけども「一二を満たした場合はえー、あせこっちじゃなくてもう一個下か、えー、下のねポイントの11番のところですね「えー、1」または「二に掲げる理由によって解散するときには厚生労働大臣の認可をおさらにね受けなければならないとあれじゃ「三はいらないのか「三はいらないよね、えー、だって大臣直々の解散命令ですから。 はい。ですから大臣の認可がさらに必要なんていう話にはならないということですはいさて、えー、そんなところでいいでしょうでは次に参ります15ページうーんこの辺はいいかなはい括弧12を押さえましょうかはい理由はの一つはあ去年出題されているということそしてもう一つはこのね地域型健康保険組合ね第10章につながっていくので今の段階あ,、まあ下にも書いてあるなポイントの14ですね えー、地域型健保組合一般保険料率の決定そう第十章でやるのは、えー、保険料とかそういう話がメインですねはい、えー、ということで第十章で、えー、につながっていく話だから今の段階でこの地域型健康保険組合を抑えておきたいそんな感じですはい、えー、見ていきましょう合併により設立されたとありますねはいスタート合併まあこれ丸しとこうかな合併により設立された健保組合または合 合併後存続する憲法組合のうち、えー、次の、えー、要件のいずれにも該当する合併にかかるもの合併っていっぱい出てきますよねキーワードの一つです、えー、にかかるものを地域型憲法組合と言いいますはい、で丸1合併前のお憲法組合の設立事業所がいずれもはいマーク都道府県の同一都道府県の区域にあると。はい その合併する2つのね二つ以上の憲法組合がいずれも同じ都道府県にあることがまず条件でさらに丸2当該合併が、えー、指定憲法組合、えー、あと被保険、まあ、ここちょっと案内しておきますか被保険者の数が、えー、当初700人以上だったんだけどそうじゃなくなった憲法組合あと括弧で、ね、共同して設立された、えー、憲法組合にあっては、えー、3,000人以上でなくなったところつまりどういうことか。 要は二というのは、えー、人数がまあ少なくなっちゃうとかですね、はい、あと指定健康保険組合というのはまだあの学習してないけど上のね括弧11にも書かれています。そこの1行目を見ると、えー、事業の収支が均衡しないい組合と書かれているつまり財政状態があまり芳しくない健保組合のことを指定健康保険組合というんです。 はい、で財政があまり芳しくないからこそ発展の13にあるように健全化計画を、ね、作んなきゃいけないって話になり、えー、この計画は、えー、大臣の指定のお年度の翌年度を初,初年度とする、はい、3カ年の計画、はい、3カ年これねちょっとマークついてないんですけど、えー、これ平成何年だったかな、えー、選択式で、ね、空欄にされたこともあります平成24年か5年あたりだったかなはい、えー、ということこのあたりの話も知っておきたい。 つまりです括弧の12総括するとどういうい話ですか要は同一の都道府県の区域にありそして、えー、要するに財政に不安を抱える憲保組合同士が、えー、合併した後の健康保険組合のことを地域型憲保組合というんだという話はなんとなくどうでしょうイメージできますでしょうか。はい だか,まずだから第10章相行った時にね指定、えーと「地域型憲法組合」っていう言葉が出てきたらどういうところかっていったらまず1つ目キーワードとして合併を思い出すんです。合併を思い出していただいて、えー、それは同じ地域の中つまり同一の都道府県の中の合併だとでそもそもなぜ合併するのかっていったら、えー、それぞれ単独ではそれぞれが要するに不安を抱えているからだと、はいえー、いうこと。指定憲法組合のおー要はレッテルを大臣から受けてしまってる。だとか、えーね、その、 要するにかつてはもっと人数多かったんだけど減っているとかね。はい。やっぱり保険を実施するにあたっては人数が減るというのは分母が少なくなるというのは非常に驚異的なことなんです。はい。さあ以上です。四角の六本当は喋りたいけどここでは飛ばします。はい。十六ページ四角の七八九あたりも飛ばしてしまいますけれども、まあこのあたりはことごとくですね。まあ要するにあの権限の委任の話ですね。はい。 例えば四角の8なんかは、えー、厚生労働大臣の権限ですよ厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任することができるとおそういう話です。で代表的なものは何かというと参考の15のところですが、はいえー、丸1ですね憲法組合に対する報告の聴取等に関する権限、はい、憲法組合マークしておきましょう。 はい、憲法組合に関する権限については、まあ、要するに厚生労働大臣その権限を地方厚生局長に移すことができるとでちなみにこの地方厚生局うというのはまあ、えー、ある意味でも言っちゃえば厚生労働省という組織の中の話です、まあ、厚生局自体は、えーね、その各地方ブロックごとに存在するわけではありますけど、はい、だイメージはの労働関係で言えば、えー、都道府県労働局うというのもありますよね 都道府県労働局それにこう該当するような人都道府県労働局長に該当するような人が地方厚生局長だと、まあ、そういう話をちょっとイメージしてもらえればと思います。はい17ページですね第2節保険事業福祉事業とありますけどこのスタートのところ特定健康審査等2行目ねこれちょっとマークしておきましょう。 特定健康審査等というのは何ぞやという話ですけれども特定健康審査等は1行目と2行目特定健康審査ともう一つ特定保険指導で成り立っているものなんですね。はい、この2つを指すわけなんですけれどもじゃあ特定健康審査って何なのかっていう話ですね。 それが、ね、こののページの一番下に書かれておりますこれちょっとね重要なんでマークしておきましょう1行目か2行目特定健康審査あーという言葉もマークですが括弧ですね、はい、糖尿病その他精霊で定める生活習慣病をマークしておきますに関する健康審査のことを、はい、特定健康審査と言います この,、ね、その糖尿病その他生命を定める生活習慣病を,、ね、を予防すべくの健康審査、はい、これを、ね、あの俗に何というかこれを俗に、ね、メタボメタボ検診と呼んでいるとはいそういうことこの特定健康審査等ですねこの言葉というのは非常に重要なんですね。はい えー、ということ生活習慣病に関する健康審査そして、えー、および特定保険指導ですね、はいまあ、このメタボに関連するう、まあ、保険指導のことを言うと、まあ、保険指導生活指導とか、ね、運動指導ですとか、えー、その食事に関する指導ですとかね、はいまあ、そういったものを行う、はい、という特定健康審査等を健康保険も保険事業として運営しているんだと,あのということね。 事業を実施しているんだということをしっかりイメージしておいてください。はい。これ,これあのスタートで保険者はって書いてありますから、要するに協会も憲法組合もどちらも特定健康診査等は実施が義務付けられているんだということをしっかりね押さえておきましょう。はい。さて、えー、ここはこれで終了です。ではあさらにどんどん進んでいきますよ。はい。えー、あここで第一章が終わりか。はい。 では19ページ、第2章にこのまま入っていきます。はい、あとはあ4、5分ほどで,です、ね、えーまあ、ちょっと一段落、まずちょっと1回目の休憩、ブレイクを、ね、挟みたいと思います。はいえー、少しあのちょっとペースをアップして最初進んでいきますよ。第2章ね、えー、非保険者、えー。まずね、健康保険の非保険者の種類は、ね、4種類あります。はいえー、非保険者、えーつ、つまり保険に加入する側ですね。保険を運営する側は保険者。 えー、さっき、教会と県木目は二つありましたけど。えー、えー、被保険者は加入する側は、え四社あるんだと。はい、まあ、この四つ。まあ、名前は早い段階で、まあ、覚えたいところではあります。えー、当然被保険者、え二、ー、人目が任意継続被保険者。三人目が特例退職被保険者。四人目は日雇い特例被保険者。と、全部、まあ、マークはしたものの。三つ目と四つ目は、どちらも共通で特例って言葉が入ってます。 ってことはは例,あの例外的な人な人んですよね。原則的な人たちではありませんのでそういう意味では一丸二を最優先するそんな感じかなこの2つを最優先、えー、しっかりと押さえるとそういうところですはい、えー、じゃあその下いきますよはい第2節当然被保険者に参りますはい、えー、当然被保険者 1, 1適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所がありますと。はい、えー、ということで急に何の話だと。一、ね、人目被保険者一人目を学習するはずなのに当然被保険者って何なのかっていうことですね。はい、えー、まあ下あいいやごめんなさい上参考の一番のところに書いてありますか当然被保険者とは適用事業所に使用されるものなんだとおいうことが書かれていますね。 はい。ってことは適用事業所って何ですかっていうのを先に定義しないと当然表現者が説明できないんだということになる。だから資格の1、適用事業所からスタートしているということですね。で、適用事業所って大きく2つあって、強制適用事業所と任意適用事業所。これマークしておきます。はい。じゃあ強制されるところってどこなのかって話ですね。 健康検査に応じて適用事業所とは次のいずれかに該当するものをいうということでこれ強制適用事業を説明しているようです。はい丸一法定16業種の事業所であって常時5人以上をの従業員を使用するものとで丸二を見てください国地方公共団体または法人三つともマークしましょうかの事業所であって常時従業員を使用するものはいって書いてあるあれってことは 法人、ちょっとこれに着目しますけれども法人としての事業つまり法人経営している事業、まあ、それを俗に会社って呼びますよね、はい。つまり会社も法人であるということであれば要するにここ常時ここ人数書いてないんですね常時ね一人でもいればあ要するにねそこは強制適用事業所に該当するってことになるんです。ってことは一は。 あの, ① の方は書いてはいないけど要は法人以外を想定しているんだと、はい、法人以外の経営のやり方要するに個人経営をイメージしてるんだということをここでつかめるかなかなかつかめないよねはい、えー、ならばまあ特にいい、ね、やっぱり初学者の方ならば20ページまずこの図でイメージしちゃうのがいいでしょう、はい、今お話ししたのはどういうことかというとさっき3つマークしてもらったけど国地方公共団体法人 に関しては強制適用事業所で,すということで、えー、個人経営であってもね個人経営であっても法定16業種に該当し、えー、そして常時5人以上の労働者がいるならば強制適用事業所だということ。と、はいうこと。だから法人ならばもうその段階で人数関係なく強制適用事業所。 5人以上であることを必要とするのははいそれで5人以上だと強制適用事業所に該当する今のケースで5人未満法定16業種に該当するけども5人未満ならば強制ではないっていうことになる強制はされないつまり入らなくても健康,保険健康保険に加入しなくても OK とそういうことです、はい、じゃあ法定16業種って何なのかっていう話ですよ はいえー、それね書いてあります19ページから20ページ、えー、法定16業種は次のものを言うということで「1」から「2」「3」えー「えこれ全部覚えるの?と」と過去もマークついてますねただねこれね結論から言うとこれ全部16個覚えてる人多分あまりいないと思います、はいえー、私たちはですねあのこういうふうに指導しているからです16個覚えるんじゃなくて16個以外法定16業種以外の事業を覚えましょうと。 えー、そんなのいくつあるの？とまあ、いっぱいあるかもしれません。なんだけど、このテキストを見る限りはい4つ覚えればいいです。っていうこと。法定16業種以外の事業を。って言われたらはい、この4つを覚えましょう。丸1。第一次産業丸2。接客娯楽業0。丸3法務業04宗教業多くの受験生はですね。 えー、一節報酬ということで覚えているようですね。これ私はの講師になってから知ったんです。はい。えー、一節報酬でみんな覚えているみたいな、えー。あ、そうだったのかとおいうようなねところで結構ありますね。はい。えー、一節報酬これしっかり押さえておきます。はい。えー、一節の一は第一位産業を指す第一位産業農林水産業とかね。はい。まるに接客娯楽業を広そうですけれども、はい、えー。とりあえずこのカッの中にあるものを押さえましょうか。特に利用業、利発店は過去の試験でもよく出てます。 そんな感じということでこれで16業種以外というのが分かればそれ以外の事業だったらつまり一説報酬以外の事業だったらおそらく16に該当するものだと思って問題を読んでいくと大体正解でできるそんな感じです、はいえー、ではじゃあねこの上2つは強制適用に該当するわけですけど下の方はということでその場合には、えー、黙ってても適用事業所になりたい場合には何が必要なのか。 ここにはね申請認可が必要だって書いてありますけど具体的に二十一ページの話なので休憩の後に二十一ページから、えー、続きをやっていきたいと思いますはい、えー、それでは、えー、一旦、えー、一回ちょっとねブレイクを挟みたいと思いますはいお疲れ様でした。 はいえー、それではあ続きに参りましょう21ページです十一、はい、ページで何から始まるかというとですねもう一回ちょっとこの図を見ましょうか20ページですね はい、この図の上の方例えば法人ならばあ労働者仮に1人でもですね常時雇用の労働者がいれば、えー、強制適用事業所で個人経営であっても法,人法定16業種に該当し5人以上ならば強制適用それ以外は強制されないわけですよねっていう話例えば、えー、個人経営で法定16業種以外例えば、えー、法務業っていうのがありますよねで社労士事務所も入ってるわけですよちょょっとマークししておきましょうか、えー、社労士事務所 は法務業ってことは個人経営の社労士事務所要は法人化してなくてね、えー、個人経営の社労士事務所だったら要は人数関係ないんですよ何人いようが、まあ、これポイントの2番ですけども、はいえー、のところ、えー、法定16業種以外、えー、の個人経営の、ねえー、事業所は人数に関わらず任意適用事業所となることができるうそれをこの図は示しているわけですよねっていう話です。 でじゃあそういった事業所つまり強制されていない事業所がもしじゃあ,、ね、じゃあうちも健康保険に入ろうというふうになったのであればじゃあ、えー、どうすればいいのかという話申請認可が必要ですよとはいじゃあいきましょう21ページですね、えー、認可が必要なんです1、えー、適用事業所以外の事業所の事業主は大臣の認可マークしておきます。 厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所とすることができるとはい、えー、適用事業所とおまあ、ひとたびなればですねもう要するに強制適用事業所も任意適用事業所も変わらないんですねはい、えー、ということ任意に適用事業所とすることができるということでこれを任意適用事業所と呼んでいるとそういうことですでこれ認可を受けるためのね条件 はい認可してくださいなというですね申請書を出すんですそれが次の「はい2申請しなければならない」その申請の時の条件これ過去問マークは圧倒的に出題されてるわけです何でこんなに出るかというと数字だからですはい数字の部分というのは狙われやすいはいここもそうですね、えー、大臣の認可を受けようとする時は事業主は当該事業所に使用されるものおかっこ非保険者となるべきものに限るって書いてありますね これちょっと後でお話します。はい、えー。まあ一応ちょっとアンダーラインだけ引っ張っておきましょうか。えー、被保険者となるべきものに限るの二分の一以上の同意を得て、えー、厚生労働大臣に申請して、えー、認可を受けなきゃいけない。はい。っていうこと。これなぜ使用されるものおお括弧被保険者となるべきものに限るって書いてあるのか。はい。えー、この事業ねその 健康保険が適用される事業所に使用されていればみんな被保険者になれるんじゃないのそう原則はそうですよ原則そうなんですけどこの後でですね私たちはここをね学習することになります、えー、24ページはい四角の5適用除外って書いてありますよねはいという,う話をこの後やるんです次のいずれかに該当するものは被保険者となることができないと つまり、えー、自分がやあのその、ね、属している事業所が、えー、健康保険の適用事業所だとしてもです健康保険の適用事業所だとしてもおその人はこの1から9にどれかに該当しちゃうとお個人レベルでで、ね、除外されちゃうんです、はい、だからここはこれ今21ページの話ですけども非保険者となるべきものに限るというのはどういう意味かというと適用除外されちゃう人はいれないっていうことなんです。 適用除外されちゃう人は入れない。その人たちを除いて。え二分の一以上の同意がなければならないという趣旨なんです。そうじゃないと。 おーね、要するに自分はどうせ適用除外だから、えー、だったら、えー、自分は同意しないっていう風なね、えー、話になっちゃうとなかなか2分の1以上とという数字を満たすことができなくなくくってくるだから、えー、適用除外になってしまう人は除いて被保険者となるべきものに限って、えー、その人たちの2分の1以上の同意だという話にしてるんだということそれをちょっとねそれにそもそもなぜ2分の1以上の同意が必要なのか。 なんで労働者側の同意がいるのかって言ったら下ポイントの3番のところに書いてありますね、えー、ポイントの3番の1つ目の黒ポチですがあ1つ目の誤差、1つ目の四角ですけれども1分の2以上は保険料負担に伴う同意なんだということが書かれている保険料負担に伴う同意マークしておきましょうね、なんで労働者側の同意が必要なのかって言ったら労働者側も保険料の負担があるからですはいということ それにほら、その後書いてあるね適用除外者は含めないと含まれないと要するに適用除外者が含まれないつまり被保険者となるべきものの2分の1以上の話だっていうことこれ言ってることはだから同じなんですよはい被保険者となるべきものに限るってことは適用除外者は含まれないということですはいさあ次に行きますかっこ3、えー、犠牲的に適用とありますね はいまあ、っていうなんかタイトルだけ見ちゃうと難しそうですけども、えー、別に決しして難しくはないもともと強制適用事業所だったところが例えばですよ例えばじゃあこの図に戻りますけどもじゃあ例えばこれね、えー、個人経営16業種で5人以上だから強制適用事業所だったみたいなところがじゃあ5人以上だったから強制適用なのに途中から5人未満になっちゃったらどうなるかっていう話ですね。 もともと強制適用事業所だったところが、えー、例えば従業員数の減少とかによって強制適用事業所に該当しなくなる、はい、場合にはどうなるのかとその事業所は、えー、適用事業所であることを剥奪されちゃうのかっていったら2行目「それはない」って書かれている、えー、こう書かれてますね当該事業所については、はい「任意適用の認可があったものとみなされる」と。 はい。まあ実際には認可申請の手続きもしてなければ認可のね実際大臣は認可しているわけじゃないんだけどでもその認可があったものとみなしてくれるということってことはそこで働いている人からするとほっと胸をなで下ろしますよね自分はそう引き続き健康保険のですね被保険者資格を持ってていいなと、えー、資格を強制的に喪失させられてしまうわけではないんだということになる これ過去6回出題されていますのでしっかり押さえておきましょう。はいえー、実際にはなかっったた認可手続きがあったものというのはまあよく法律の世界では出てくる表現ですけどね A を B とみなす A は B ではないんだけれども B であるのと同じ扱いになるこういうのをみなし規定だとか犠牲、えーまあ、ここでは犠牲適用。 という言い方をしてますけどね、犠牲というのは見なすっていう意味ですからね。はい、A を B と見なす。こういう表現にだんだん慣れていただきたいなと思います。結構ねこういうね見なし見なす見なしきて、えー、結構出てきますからね。はい、あのなかなかこう日常用語では使いません。えー、法律用語ですけどもしっかり押さえておきたいです。さあ次に行きましょう。括弧の四。これも過去問マーク多いですね、えー。任意適用事業所の事業主は一、えー、行目マーク厚生労働大臣の認可 を受けて当該事業所を適用事業所でなくすることができるとおいうことですねこれスタート重要ですよこれ任意適用事業所の事業主ですからねこう強制適用事業所はやめたくてもやめられませんからねだからここおこの三十三条という条文の規定、えー、これは強制適用事業所はもともと入っていませんもともとその任意だったところ 強制ではなくて任意に、えーね、要するに二分の一以上の同意をおさっきの上の話ですね二分の一以上の同意を得て、えー、申請して認可を受けて事業所になったようなところですよはい、については大臣の認可を受けて、えー、当該事業所を適用事業所でなくすることができるんですやめることができるただ入るときですら二分の一以上の同意が必要なんだから想像できますよね三行目より多くの同意が必要なんですつまり四分の三以上の同意です でこれはもちろん非保険者であるものに限るとはい適用、えー、除外、えー、されちゃった人を入れるわけないよねっていう話です非保険者である労働者に限ると、えー、の4分の3以上の同様で申請して認可を受けなきゃいけないということ過去6回出題されておりますはい終了では次に参ります22ページ四角の2にいきましょうかはい、四角の2です えー、当然、えー、非保険者にもありまりす適用事業所に使用されるものは、えー、適用除外のものを除いて法律上当然に被保険者となるとはい、えー、そうだからあの先に適用事業所を学習したんですねもうここはだから適用事業者は、えー、さっきまでのところで学習終わり、はい、で適用除外のものを除きと書いてありますけどこれは適用除外規定はこのあと24ページでやります。はい とということで適用除外のものを除いて法律上当然に非保険者となるんだと。ということで当然非保険者というのは先に学習した適用事業所に使用されていてでもこの後学習する適用除外個人レベルで除外されちゃうものを除いた概念だと。ね、労働者から適用除外者を引くと非保険者になるそんな、えー、構図をイメージしましょう。はい、えー、ですね でまあ、その下に書いてありますね任意適用事業所の場合その通りです任任意意意加加入入しししななかかっったた同もものも非保険者となります。いや自分は同意してないんだから、えー、みんな入ることになったみたいだけど俺は入らないからねなんていうのは通らないということ、まあ。それだから任意適用事業所の場合でもそうだし当然、えー、ほあの強制適用事業所。 なんかも同じことが言えますけど強制適用事業所ねその健康保険に当然に加入している会社に例えば就職した時に「いや自分は絶対保険料払いたくないんで健康保険の費用保険者にはならないです」なんていう,うそんな勝手は通用しないよねっていう話。 ね、だって皆さん、えー、どうです今,今の会社をお勤めになるときに、ね「いやもう自分は健康保険入らなくていいんで」と「もう怪我もしないし病気もしないしと」と、はい「いやもうねあのもう全然大丈夫だから、えー、入らなくていい」と「保険料その代わり引かないでなんて言わないでしょおということです。言わないしそんなこと確認もされないわけですそんなこと許されないからですということ、はいえー。ということでここをしっかり押さえておきましょう。任意加入,に導入う同意しななかったものもの保険者となる というこういうのをまあ強制加入とも言いますし、あとこういうケース包括して要は同意しなかったものも含めて包括して加入させるというこの包括加入というふうな言い方をしたりもしますので、しっかりイメージしていただければと思います。さあその下の三角トピックですね。三角の部分これも過去4回問われていますね。うんここで一番言いたいこと えーまあ、法人の理事幹事取締役などなど、はい、法人の代表者これマークしておいてください法人の代表者例えば皆さんの会社にもいますか代表取締役社長はいえー、代表取締役社長ってじゃあその会社の健康保険に加入しますかっていう話、はい、結論加入します、えー、ということ被保険者の資格を取得するって書いてありますよねただ一つ条件があって2行目 法人から労務の対象として報酬を受けているものはです報酬もらってないとさすがにやっぱりその報酬から保険料を転引きできませんからやっぱり報酬をもらっているという前提ですまあ、それに仮にその会社で報酬をもらっていない役員はおそ、えー、らくですけども非常勤の役員ですよね えー、その方が、えー、別のですねあの例えば会社の役員をお兼務してたりとかですねそっちで報酬役員報酬をもらってるならばそっちでおそらく健康保険に加入してるでしょうと、まあ、いうこともあってですね、はいえー、報酬がない場合には、えー、加入の概念にはならないということを押さえておきましょう。はいまあ、ということで報酬の代表取締役も役員報酬をもらってればその会社で健康保険に加入するんです原則ね。ということこれしっかり押さえておいてください。 これ健康保険もそうだし、この後次の次の科目で学習する厚生年金ですね。はい、まあ皆さんが順番に受ければの話ですけども、そうすると次の次の科目である厚生年金も同じような話になってきます。会社の例えば代表取締役とかでもその会社の健康保険に加入するんだという話になります。しっかり押さえておきましょう。ただ皆さんがすでに学習を終えたであろう、例えば労災保険だったらどうですか。雇用保険だったらどうですかという話です。 はい雇用保険からいきましょうか雇用保険については、えー、要するに会社の代表者が、えー、ね雇用保険に加入するなんてことはありえないです絶対ないはいじゃあ労災保険は原則ないです原則労災保険、えー、にも加入しませんそもそも労災保険は正式名称が労働者災害保障保険です 労働者を守るためにあるので、えー、代表取締役を守るためにあるわけじゃない。ただ代表取締役も例えばその会社が、えー、中小零細の企業であれば、例外として特別加入制度というのがあるんですよ。はい、どうでしょうか。労災保険を学習してたら出てくる話じゃないですか。テキストの最後の方で。はい。だからまあ雇用保険、えー、労働労災保険、まあこういうのを合わせて労働保険と言いますけど、労働保険はもう原則的には、えー、加入しない流れ。でここ今やってるのは社会保険。 健康保険ですので、えー、健康保険厚生年金ですと報酬を受けているものは資格を取得するとこれねしっかり押さえておいてくださいはい、えー、でここね報酬という言葉ねあの役員がもらうのは賃金ではないので役員報酬というんだということはちょっとね押さえておいてくださいこの話がね第3章のところに繋がっていきますはいでは、えー、ここはこれで終了 あまりちょっとねその下を見ていくとあのより細かい通達の話になってきますので、はいまあ、ただね、えー、細かいんだけど平成27年とか25年とか試験で出てはいますんでね、はいまあ、もちろん本論編本編に入ったらこういう通達も一つでも多く見ていく、えー、ことにしたいと思います。そう健康権の、ね、の一つ特徴だとも思いますねあの労働基準法もそうなんですけど労働基準法とかこの健康保険法というのはかなり、ね、通達からの出題割合というのは高いです。 通達というのは何かというと行政ののの一つの解釈の仕方なんです法律の条文とかで結構表現が抽象的だったりするわけですよ。はい、ならばじゃあ実際実務やっててじゃあこの場合はどうすればいいんだ実際この場合はどうすればいいんだっていう疑問とかがです、ね、現場でもうわーっと上がってくるわけですよ。それについて行政側が解釈を示すそれが、ね、通達なんです。 はい、えー、ということでまあまあ一つ言えるのは通達だろうが何だろうが試験には出てるということですだったらば、えー、法律条文だけじゃなくてそれに、えー、関連する通達も同時に押さえとかなければならないことを意味していますはい単発、えー、な話はちょっと今でも見れるので下のねポイント89を見ていきましょうまず1つ目ポイント8被保険者に国籍の要件はない非常に重要ですねマークしておきましょう ね、外国の方だからって言って日本に来て健康保険に入れないわけないよねっていうことです、はいえー、その下個人事業所の事業主は被保険者とならないこれもそうですね押さえておきましょうはい私も個人事業主です、えー、ですので私は健康保険には当然入れません、はいえー、ですから国私国民健康保険に入っております、はいえー、その下発展の9のところですね使用期間中のものはどう,どうなんでしょう はい雇い入れの当初から被保険者って書いてありますね例えば使用期間中1ヶ月1ヶ月を使用期間とするという会社に持つともしねお勤めの方じゃあ1ヶ月は健康保険に入れないんですかそんなことないですよはいこれもうスタートから被保険者の資格取得手続きしないとダメですよということこれをね人事担当者が知らないはまずいわけですはい ですからやっぱり実務で知ってほしいところがことごとくやっぱり特に最近ね出題する傾向にあるんですよね。はいということ。過去問マークがついているところというのはかなりね実務上も重要なんです。はい。さあそんな感じでしょうか。あとまあ次のページさらっと行きますけども資格取得の時期喪失の時期。まあたいね資格の取得というのはその日なんです、えー。例えば適用事業所に使用されるに至った日つまり入社日。 ですよね。はい。えー、だとか、えー、そうなど。その使用される事業所がも元々は適用事業所になかったんだけど、適用事業所になった日、大体その日に、えー、資格は取得するものなんです。被保険者資格はいつ取得するかと言ったら、えー、何かが起きたその日だと。おその日取得。一方で資格の四喪失は、四、えー、の喪失はよ原則ね翌日なんです。原則翌日に資格を喪失するんだと。 いいうことはい、ただ括弧にもあるように例外その日のお喪失のパターンもあるうのでねはいまあ,あそんな感じでイメージしておくといいと思います。だいたいね次のステージが迫ると迫ってくるとおその日に喪失するって感じかな。えー、その事実があった日ににさらに保険者資格を、えー、取得するに至った時と、ね、ある会社を辞めたんだけどもお一日の空白もけずに次の会社に再就職みたいなね。 時は翌日にのんきに喪失喪失している場合じゃないから、その日に喪失して。えー、っていうことね。はい。っていうのをしっかり押さえておきましょう。その日に喪失して、次の日からは他の会社で入社しているわけですからね。はい。そんな感じです。さて、えー、では次に参ります。え二十四ページです。はい。二十四ページ四角の五。適用除外です。はい。まあ残りの。 ページをちょっと考えますとですね、えー、このページここから始まる話がちょっと重たいかな、えー、というところです。うん、そうですね。はい。ということで、まあちょっと多くの時間やっぱりここをここに使うというか、えー、まあ、ここ。 ここの適用除外についいてては私もちょっと、えー、時間を意識せず、えー、進めだから適用除外終わった時に「あらまずい時間がない」って言ったらあとは飛ばしていくことになりますので、えー、そこはあ,のあらかじめご了承くださいはいでは行きましょう適用除外です、えー、重要度も高いですはいまあ今まで重要度の話してなかったですけどね急にし始めますけど WA ですはいえー、いきましょう次のいずれかに該当するものは、えー、日雇い特例被保険者 になる場合はあるんだけど、はい。まあ日雇い特例表現者はちょっと特徴的ですので、えー、別の章で、えー、第何章だったかな？えー、と日雇い特例表現者第九章で、えー、学習していくことになります。えー、というふうに日雇い特例表現者となる場合はあるんだけれども、おそれを除いては表現者となることができないです。はい。表現者になることができないパターンが九つ存在しますよということ。で、過去問マークもめちゃくちゃついてるわけですよ。 1>, はいえー、1番から1233もついてる45678、えー、がついてないですねであと9もついてないけどむしろ9が一番重要とも言えますですからちょっと説明は後でしましょう、はい、後で、えー、しますけどもこの9が一番重要です。はい、でもおそのほかは8を除いてこれだけ出題されているわけですから、はい、だから当然そのほかも抑えなきゃいけないってことになりますね。 1>, いきま１番からいきますはい、えー、１つ目「専用保険の被保険者」マークしておきましょうは適用除外つまり健康保険の被保険者になることができないんですただねできないというかあのなる必要がないと言った方がいいですね。 あの船員保険というですね。まだ皆さんは、えー、学習していませんけれども、船員保険という保険が存在します。で、これはの本論編に入ってから学習します、えー。社会保険の一般常識という科目で出てきますんでね。はい。で、この船員保険というのは船員さん、船乗りさんですね。船員さんにとっての医療保険です。はい。船員さんにとっての医療保険なので、えー、要するに健康保険にさらに入る必要性がないということで除外されております。 まあただしということで繊維保険の疾病に継続被保表現者はなることができるというただし書きえありますけどね法律でただし,しで始まる文章は物事の例外を意味しています。はい、なので繊維保険の表現者は原則的にはえ適用除外なんだけれども正し書き例外があるよというふうにえイメージしておきましょう。はい、さてた、え、だ、ー なんですでまあ、要は繊維保険の被保険者はもうさっきの言い方ですと、えー、要するに入る必要がないんだともう繊維保険に入ってるんだから健康保険いらないですよとお医療保険もかぶっちゃいますからみたいなね,、はいえー、でねそんなような話がねここにはまだ他にもおあって6番とか、ね、7番とか、えー、に関してはそういう話ですかね特にあの7番、えー、過去問マーク近年のマークが2つついていますけども、はいえー、後期高齢者医療の被保険者。 この言葉どううでしょうねあの。聞いたことあるっていう人もいるんじゃないかなと思いますね。後期高齢者者。医療の被保険者、はいまあ、具体的にはね75歳以上の人なんですね。はいえー、75歳以上の人、はい。ちょっとじゃあここにちょっと書いちゃいましょうか。えー、75歳以上の人。 をイメージしていただきたいですね。七十五歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者ということで、えー、要するにあのね一割負担でね治療が受けられるんですよ。はい一割負担と書いておきます。 一割負担で治療が受けられるので、三割、まあ、負担。まあ、実はの健康保険もね、七十歳以上だと二割負担になるんですけどね。はい、まあ、いずれにせよ、三割負担とか二割負担じゃなくて、一割負担で治療が受けられるわけですから。そういう後期高齢者医療の制度に加入できるので、健康保険に入る必要性がないんですよ。っていう感じ。そういうふうな感じでイメージできるのが、この辺なのかなっていうことです。はい、じゃその他をちょっと見ていきましょう。例えば、二番。 えー、臨時に使用されるものであって次に掲げるものって書いてありますねはい臨時に使用されるものマークであって一、日々雇い入れられるもの、まあ、要するに臨時日雇いですね、はい、日雇いについてはその日その日の要は契約を結,ぶよ結んで働いているような方については健康保険適用除外だと、はいえー、なんだけどでもここの話にも正し書きが え続いているですから例外があると例外はいただし一ヶ月を超え引き続き使用されるに至った場合はその日から被保険者となるとじゃあその日っていうのはいつを指しているでしょうねその日というのは一ヶ月を超え引き続いて使用されるに至ったその日でしょうねということはい。つまり一ヶ月を一日でも超えた日を指すわけですよ そしたらその一一ヶ月を一日でも超えたつまり一ヶ月プラス一日目から被保険者になれるそういう話このその日からっていうのは要するに一ヶ月プラス一日のことなんですよねはい、えー、それを指しているまあ、つまりまあまあ途中から被保険者になれますよっていう話なんですはい、えー、そしてもう一つ丸二です臨時に使用されるものであって丸二 2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものということで過去問マークはよりこっちの方が多いですねはいでねやっぱりねこういう観点で押さえて欲しくて、えー、これね所定の期間って言葉ありますよねこれがもしね空欄にされても取りたいわけですはいなんどういう表現どういう意味なのかというとお2ヶ月以内の期間ですよね2ヶ月以内の期間 ということはぴったり2ヶ月でも2ヶ月以内だし1ヶ月でも2ヶ月以内ですよねっていうことはい。えー、じゃ続き読んでいきます所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合はその日からって書いてありますよねじゃその日っていつですかっていう話なんですよ所定の期間を超えて引き続き使用されるうー最初のこうね2ヶ月以内の期間を定めて使用されるという表現ですけどもこの期間というのは2ヶ月かもしれないし1ヶ月かもしれないよね はいつまり所定の期間というのは当初の契約期間のことを意味するんですはいそれどっかに書いてないかな書いてないかはい、えー、この所定の期間というのは当初の契約期間のことそれをねイメージしたいんですねこれは当初の契約期間当初の契約期間 のことを指しますはいですから「その日からと」とさっき書いてありましたけれどもこれも要するに、えー、そういう考えですね「えー、その日から」というのは当初の契約期間をね要するに超えたその日からだから当初の契約期間がもしぴったり2か月ならば、えー、2か月プラス1日目から、えー、もともとその当初の、ね、契約期間が1か月だったならば1か月プラス1日目、えー、からそういう意味ですこれ。 はい。だから所定の期間という言葉が空欄にされた時に取れるかどうかっていうのは大きいんだよねっていう話になってきます。はい。まあでもね、えー、この大きな二番というカテゴリーの中でその臨時で日雇い臨時で二ヶ月以内の期間を定めて雇用されるものというのは原則は適用除外なんだけども、おその当初のねものだったり日雇いならば一ヶ月だったり、それを超えたらその超えた日から、つまり途中から被保険者になれるよってことを示しているわけです。 はい、でこれとねちょっと比較したいのがねその下の4番5番のコンビですね4番5番これを見ていきます4番が季節的業務に使用されるもの、はいえー、あとおもう一個5番ですね臨時的事業の事業所に使用されるものはいこれ両方ともね数字は違うんだけど なんかこう表現が似てるんですよね。はい。ということで見ていきましょう。正しいと、えー、季節業務に使用されるものは適用除外ですよ。まずね、適用除外なんだけど、ただし継続して四ヶ月を超えて使用されるべき場合にははいマーク。はめから非保険者となると。だから季節的業務なんだけど、もう最初から四ヶ月を超えそうだなと、おその事業が。 4ヶ月を超えそうだなとだから4か月を超えて使用されるべきだなという場合にはもう初めから非保険者となると。ってことは途中からら保険者にはならないっていとうことです、はい、最初四4か月超えなそうだったんだけども途中からなんか4か月超えるぞみたいな、えー、それは途中からはならないつまり非保険者になる場合はもう最初からなるかずっとならないかっていう話なんですね。はい、ということ。 途中からは被保険者にはならないというのが4番5番のコンビですこの4番5番と2番を比較してもらいたいわけですよ。はいこの4番5番とお2番の違いということでねこの違いはね歴然だと思います。はいえー、ということこれをねしっかり押さえとくと適用除外はかなり強くなってきます。はいよろしいでしょうか それに、ね、ここしっかり押さえとくと厚生年金っても楽なんですよこの話と厚生年金の適用除外はもう8割方同じです。はいということで、ねえー、あとはそしたら違いを抑えればいいよねっていう話になるので、えー、やっぱりここでしっかりね押さえとく。こういういねあの えー、そういう,、ね、こういねこうういとここって結構あるんですよおこの話は、えー、この科目だけじゃなくてあ,のあっちの科目にも出てくるよみたいな、えー、そういうね学習の仕方をーシャロシ試験では何て言うかというとちょっとこの、えー、上の空いてるスペースに書きますけどもそういう学習を横断学習といいう,うに言いますよくシャロシ試験ってねこのね横断学習重要って聞いたんですけどどういう意味ですかみたいな、えー、ということでなんかみんな結構ね聞いてる話なんですよ。聞いたこととはあると ででもこれ何なんですかと要するにこの横断学習というのはあの共通のテーマですね共通のテーマ、えー、そのテーマが複数の科目にあると、えー、一つのテーマが複数の科目にあるつまり、えー、その複数科目のお複数の科目の共通テーマ、はい、これをお取り上げて要は横軸で、えー、比較しだからだから横なんですよね。法律横軸で比較していくから横断学習とね。 と、えー、いうことでこの横断、えー、学習は非常に重要なところです社労士試験では鍵を握りますだからこの被保険者適用除外規定なんかも一つ横断の要素があるとはい。えー、健康保険と厚生年金というのは8割方は同じ、えー、なんだけど雇用保険に出てくる被保険者適用除外規定はまたちょっと違うとかね もう皆さんすでに雇用保険を学習しているわけですから、えー、雇用保険と見比べてみるのもいいでしょう、はいえー、でもねまあまあ,あそういうテーマなんだなーの認識でいいと思いますよまだ今のねしっかり基礎編の段階からもうなんか燃え尽きるまでやっちゃうとですね、えー、なかなかねあの意外とモチベーションがね下がっちゃう可能性あるのであんまりねやりすぎもまたねそれはそれで、えー、どうかなとまあいいんですよあの徹底的にやりたい早めにもうやりたいということはあのー、それはいいんですけども、はいまあ、少しずつねこうねちょっと休み休みやった方が、えー、いいと思います。意外とねモチベーション あの人間ですから、あのーね、人ですからねやっぱりねそのやる気がねわーっと上がってる時期となんかちょっと疲れちゃったなってなっちゃうと結構ねその、まあ、モチベーションが下がる時期スランプがね長いとねなかなかね立ち直れなくなっていきます、はい。だから少しずつね休み休み行って、えー、その長くその勉強の意欲が続くようにするっていうのもね、あのー、学習の秘けつだと思います。はい まあまあね、せっかくね、やる気のあるうちに、なんか、そのやる気をそぐような言い方をするつもりはないんですけど、結構ね、重要な話ですよ、これ。はい、さて、えー、すいません。えー、ちょっと話のお本筋から離れてしまったけど、さて、いよいよここで一番強調したい9番の話ですね。はい、9番、えー、に参りましょう、えー。事業所に使用されるものであって、その、長い、そもそもこの文章長いね、えー。事業所に使用されるものであって、その1週間のお所定労働時間、ちょっとこれ、アンダーラインしておきましょう。 1>, えー、1週間の所定労働時間、はいえー、が同一の事業所に使用されるはいここから、うん、どうしようかなえー、っといやこれちょっと赤私は赤のペンで丸しておきましょう通常の労働者のはいまた出てきた1週間の所定労働時間のはいこれマーク4分の3未満である短時間労働者の話なんです。はい 通常の労働者って誰なのかっていう話なんですけどその説明がちょっと一切なされていませんが、えー、と通常の労働者簡単に言ったら、まあ、その会社に正社員がいれば正社員、はい、いなければあ、まあ、正社員に匹敵するような、まあ、フルタイム労働者を指すんだというふうなイメージでいてください、はいまあ、だか正社員がいれば正社員で考えれば一番わかりですいですね、えー、正社員と言っちゃいましょうか、はいえー、その会社にいる正社員 1> の一週間の所定労働時間と比較して四分の三未満である短時間労働者、はい、または、えー、はい、後半は一、えー、ヶ月の所定労働日数の話、一ヶ月の所定労働日数が同一事業所に使用される、はい、えー、同じように通常の労働者の、はい、一ヶ月の所定労働時間の、はい、マーク四分の三未満である短時間労働者。 はい、これは私は授業では4分の3未満レベルの短時間労働者というふうふに言っています、はい、4分のの未満レベルの短時間労働者に該当しかつ、はい、この接続詞も注意したいですね4行目かつ次の一から四までのいずれかの要件に該当するものは、はい、今これ何を学習してるかははい。 被保険者となることができない適用除外だということ、もう一回整理しますよ。はい。えー、今こう学習しているのは適用除外の話です。四分の三未満レベルの短時間労働者、ね、えー、週の所定労働時間なのか、月の所定日数なのか、えー、どっちかが四分の三、どっちかでもね、一、えー、つでも四分の三未満レベルに該当し、なおかつこれから学習する次の一から四、どれか一つにでも該当しちゃうとどうなるか。 適用除外だということ。はい、じゃあ見ていきましょう。下の四つね。えー、丸一、一週間の所定労働時間が二十時間未満。数字はマークしていきましょう。はい。えー、所定労働時間一週間ね。一週間の所定労働時間が二十時間未満。二、えー、つ目が当該事業所に継続してはいマーク。一年以上使用される見込みがないこと。お丸三が、えー、報酬についてスタートの報酬マークしましょう。報酬について八万八千円未満。 である8万8万八千円未満であることそして4つ目4つ目は高校の生徒ですとか大学の学生ねはい学生生徒であることこの4つのどれか一つにでも該当しちゃう,う4分の3未満レベルの短時間労働者に関しては適用除外ということは これってじゃあどうですか4分の3未満レベルの短時間労働者は健康保険の被保険者になることってありえないですかって言ったらありえるよね4分の3未満レベルの短時間労働者でかつ4つのどれかに該当しちゃうとダメなんですよってことは言い方を変えればはい、どれにも該当しない1から4のどれにも該当しない4分の3未満レベルの短時間労働者は被保険者になれるということになるよねはい、えー、まあ実はねこれ この話、えー、26ページぐらいまで文章は説明続いて、まあ、ただあの最後の方はあのー、もう飛ばしちゃって今日は全然いいかなと思うんですけどね,、はい、でねその後27ページにこういう,う「短時間労働者にかかる適用除外の判定フロー」って書いてありますよね。はい、ここにねちょっとつながっていくんですけども要は今の話、はい、今の話は、えー、最後した話はねここなんですよね。 要は四分の三未満レベルの短時間労働者って被保険者になる可能性があるかあるっていう話なんですよはいそれはこういう時ですこのフローチャートをちょっと使って説明していきます、えー、週の所定労働時間が通常の労働者と比べて四分の三未満、えー、であるありますかどうですかっていうふうに聞かれてノーと答えます、えー、仮にね仮にノーと答えたらこっちに行くよね で次「月の所定労働日数が4分の3未満ですかこれで NO」と答えたら要するに4分の3未満じゃない、えー、つまり4分の3以上だということになり4分の3以上の人は昔から4分の3以上レベルの短時間労働者は昔から非保険者になれてるんですよそうこれはだから4分ののの以上の短時間労働者の話、はい、これも昔から非保険者になれてた。 だけども、はい、4分の3未満ですかっていう問いにどっちかにでも「イエス」と答えたら下に行くわけですねこのフローチャート。はい、下に行って、はい「じゃあ20時間未満ですか?えー」「NO」「1年以上の使用見込みないですか?「NO」「8万8千未満ですか?「NO」「学生生徒ですか?」「NO」でねこれ実はこの4つしかさっき出てこ,こなかったんだけど実はね幻のね5つ目が存在するんです。はいえー、5つ目 あ幻って言っちゃったけど幻じゃないです、はい、実際存在します、はい、じゃあここの話をちょっと見ていきましょうか、はい、あじゃあ一応ねこの話をこのあと学,学習しますけどおい、まあ、5つ目が存在するんですね5つ目が存在するんですでそれ後あとでお話しますけど5つ目に存在しますかしないですかっていう質問でここもやはりノーと答えれれば被保険者になれるんです、はいまあ、この5つ目の話はあとでやりますよ、はい えー、こここの被保険者はつまり4分の3未満レベルの短時間労働者で被保険者になる可能性がある、はいね。ということ。4分の3未満レベルの短時間労働者が5つの質問にノーと答え続ければ被保険者になれるようになったんですなったのは割と最近なんです。 これちょっと余談かもしれないけどこう被保険者になれるようになったのは、えー、平成28年、ね、10月からななんんでです。す。割と最近なんです、はい、だから要は私がこのフローチャートを使ってお話ししたかったのはここの話をねぜひ知っておいてほしいということなんです。はい、つまりこれ適用除外のね今ここの詰めを24ページ学習しているわけなんですけどおこのせいここは改正マークこの 表のところには出ていません。ついてないけどもお、より重要なんですよ。割と精度が新しいので、まだそんなに出題されてないっていうだけの話で、重要度はめちゃくちゃ高いです。はい。だってこれって。 平成28年9月まではあの健康権に入ることができなかった4分の3未満レベルの短時間労働者が今では条件付きでひょっとしたら加入できるかもよとで,できるってことは人事担当者としてはその人の資格取得手続きしなきゃいけないわけですからね、はい、これはもうとこだから実務上も非常に重要な近年の改正論点なわけですから当然これは注意してお、えー、かなきゃいけないということ。 出題を疑わなきゃいけないですはいということ、えー、ということはこれしっかりと、ね、押さえていただきたいなというところなんですはい まあの今これ授業を受けてる皆さんは平成,、まあ、平成はだから31年とは言わないんですよね,、えーねまあ、あと、まあ、要するに2019年の試験ということですけども、はい、2019年の試験ということでまだ2018年がねどういうその試験になるかはもちろんわからないわけです。だから私なんか私なんかもちょっと着目してるんですよここ はい2018年の試験で、えー、ここもどれぐらいのレベルで、えー、問われるのかとはいそれによってまたちょっと対策って変わってくるでしょうね、えー、というふうに思うまあそういうところなんだということでアンテナを今ちょっと張っておいていただけるといいかなと思いますはいさあよろしいでしょうかここまで OK?、えー、でそう次はね5つ目の話をしましょう。はい先ほどあの えー、適応除外の9番目だとねこれ4つしかなかったんですよね4つの質問にノーと答ええー、たらねあのー、被保険者になりますよみたいな流れだったんだけど今実は幻のですね5つ目が存在するんですよ。はい、えー、ということなんで5つ目はねこの24ページのこの中には登場しなかったのかっていう話なんですけどおまあそれの理由をね今説明するのはなかなかちょっと難しいのかもしれないんですけどおこのね 24ページというのは法律のね第3条1項正し書きと。はいということで、えー、まあこういうのね法律の本則というふうに言うんですね。はいなんだけどね5つ目っていうのははいこれね25ページです。25ページの下括弧の二番、はい、これが要はこの括弧の24ページの下の方ですけどもこれが幻の5つ目なんです。の話。はい さあ見ていきましょう短時間労働者の適用除外については原則として前の表の「9で述べたとおりであるがはいそこからマークしましょう当分の間特定適用事業所以外の適用事業所これマークしておきましょう特定適用事業所以外の適用事業所についても非保険者とならないって書いてあります。ちちょっっと飛ばしちゃったな、えー、特定適適用用事事業業所所以外の適用事業所に 使用される次の丸一または丸二であって、えー、他の適用除外自由のいずれにも該当しないものおについても被保険者とならないって書いてありますね。これちょっと途中読みづらかったですよね。丸、え、一、ー、または丸二にかけるものでその後他の適用除外自由のいずれにも該当しない。要はこれってさっきの一から四のどれにも該当しないって話です。どれか一つにでも該当しちゃったらもうその段階で適用除外ですから。 1> 1, 2, 3, 4にももどれにも該当しない、まあ、つまりあのフローチャートでいうと4つの質問にノ、NO、ーと答え続ける4つの質問にノ、NO、ーと答え続けてこの5つ目ですはい、えー、5つ目、えー、つまり特定適用事業所以外の適用事業所に使用される場合には、はい、この5つ目に引っかかり当分の間被保険者とならないっていう話だから当分の間の規定なので えー、未来永劫って話じゃないから。だから、こっちの二十四ページのここには乗っからないんです。そう、ここにはね、未来永劫を続くようなものだけ乗っけてる。いずれなくなっちゃう制度、当分の間の制度はここには入れないんです。当分の間の制度は、あの、ほ本則の規定の中には入れない決まりになっている。ということです。 まあちょっとここで説明するの確かにちょっと限界があるんですけども法律にはこういうふうにえ今これ健康保険法3条というふうなこういうのをねあの何とか法何条で説明できる条文を本則といいまあ要するに法律の原則的な条文ですよそれが本則あとねまだこういう言葉もあって次のページね今やってる25ページのところ このの2というのは当分の間の措置だから、法律の本則じゃなくて法不足。法律には本則と法不足がある。はい法本則と法不足があるうというのをねちょっとねイメージしておくと、年金に行ってからも少し理解ができると思いますね。法不足の規定というのは、法律の世界では経過措置です。つまり当分の間の措置。はい。 えー、だということをちょっとね知っておいていただきたいなと思います。さあそうなんだけど、じゃあ特定適用事業所以外の適用事業所って何なのか結局っていうそういう話ですね。以外の適用事業所、そもそも特定適用事業所を知りませんよね。じゃあ特定適用事業所って何ですかっていう話です。はい、それが説明されているのが次のページかな？26ページ。はい、26ページに要約説明が出てくる。 はいポイントの15のところですこれを押さえておきましょうこれやっぱりねしっかり基礎編でもここまでは押さえておきたいかなそれが去年の出題論点だったからね、えー、平成28年10月に改正された話は去年が1回目の出題つまり去年は改正点でしたはい去年の改正点で去年これ出題されたと1回目からここが出題されました特定適用事業所とは何ぞやと。 はい、特定適用事業所とは事業主が同一である1または2以上の適用事業所であって都が1または2以上の適用事業所に使用されるはいその後ですアンダーラインを引っ張っておきましょう特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所を言うとサマークしてほしいのは人数規模ですね常時500人を超えるだ結構大きなあ、まあ、会社ですよ、ね、はいそれを特定適用事業所と言います そう、つまり特定適用事業所といイメージ、規模の大きな事業所ですよ。さあ、てことは戻りますよ。特定適用事業所というのは規模が大きいってことは、特定適用事業所以外の適用事業所って以外の適用事業所というのは、つまり規模が小さいよね。まあ、小さいと言っていいのかね、分かりませんけど、お500人以下。 あをね、小さいと言っていいのか分かりませんけどだから、まあ、そういう意味では、まあ、大企業ではなくて中小企業中小規模というふうに言っておきましょうか。決して大き大企業しょういみたうに言っいうふうういう感じ中小規模の事業上については、えー、他のね適用除外規定には引っかかっていない4分の3未満レベルの短時間労働者なんだけど非、はい、保険者とはしないと。これは 何を守るためでしょうか法律は何を守ろうとしているかっていったら中小企業ですよということ、ね、だって非保険者になっちゃうとおなっちゃうとというマイナスの言い方もあれですけどもなっちゃうと保険料を会社分負担しなないといけないとけですよね中小企業にとっては今まで負担しなくてよかった社会保険料の負担というのはかなり重たいですよということ。 ね、ですから法律が改正されたとはいえですねいきなりこれを中小企業にも適用するというのはなかなか厳しいんです。ね、ということ。はいだから当分の間は中小企業については被保険者適用除外にするということね。と、はい、いうのもしっかり押さえておきましょう。ということは500人を超える事業にはもう要するに義務化されてるんだということね、はいえー。それはしっかりイメージしておきましょう。はい OK でしょうか。 さて、えー、ではあ次に参りましょう。まあ、この、ね、27ページのおーフローチャートをかなり使える話だと思いますから、はいえー、もう一回おさらいね4分の3未満レベルの短時間労働者、えー、であれば、ね、このお5つの質問に、まあ、5つ目は暫定経過措置ですけどね、はいえー、5つ目はそう特定適用事業所以外の適用事業所つまり中小企業ですよね、えー、に使用されているこの5つ目、えー、の 質問「にも NO」と答え続ければ、はい、その4分の3未満レベルの短時間労働者でも非保険者になれるようになったと、ねえー、割と最近の話だということをしっかり押さえておいてください。はい OK でしょうかであとあのこの4分の3以上レベルの短時間労働者はもうもともと非保険者になれてたんですよね。はいっていうのもしっかりイメージしておきますはい以上です。 えー、次に行きましょう。第三節に行きます。任意継続被保険者、特例退職被保険者に参りたいと思います。はい。そう今までやってたのはまずね、えー、当然被保険者ですよね。じゃあ任意継続被保険者、えー、他の被保険者ってそもそも誰がいるのか。この任意継続被保険者がまあある意味二人目、えー、特例退職被保険者が三、えー、人目。はい。そして四人目の日雇い特例被保険者ちょっとね独特すぎて第九章後ろの方でやります。 はい、そんな感じです。ではここ続きいきますよ。はい、えー28ページ開けてください。任意継続被保険者制度。とはえ、被保険者が退職等によって被保険者資格を創出した後おにおいても、一定要件のもとに資格継続できる制度だということ。まあ、この2位継続制度によって例えばね。先ほど保険料率って保険者によって違うんだっていう話しましたよね。 はい、だから会社は退職して例えば次の会社にも再就職決まってるならばその会社でまた健康保険にそれは入ります。なんだけど例えば健康保険やめたんだけれどもあのするに会社を辞めたんだけれどもしばらくするにあの転職しない再就職しないとなった場合、えー、じゃあ自営業,自営業、ね、やるとか、えー、そしばらくちょっとお休みしようかなっていう時はあの何らかの医療保険でも入る必要はあるよねっていう話。 えー、ですからまあ基本的には国民健康保険、えー、がまず第一候補なんですけれどもこのね任意継続制度もあるんだということこの任意継続制度によって、えー、今まで入ってた健康保険を継続するというですねまあそういう手段も取れますよっていうそういう制度それが任意継続被保険者ですはいでこの任意継続被保険者になるための条件は過去の試験でもよく出題されておりますはい、えー、まず資格を喪失したものであることまあこれはも当たり前ですよね、えー、という話。 えー、そして、はいえー、その下、ですね二こ,これこそよく出題されてますけど、はい、資格喪失の前日まで継続して、えー、2か月以上お当然、被保険者であったことこれが求められる、まあ、言い方を変えれば、えー、2か月会社員やってれば、えー、任意継続は可能だということにもなりますけどね。はい、そして、えー、その下、三2 0日以内に申し出をすることが必要なんです資格喪失から。 資格ととと以内に申しし出をなないいい任意継続はできないということね。ただね正当な理由があれば別ですということで下の2つ目の三角かなのところに書いてある2つ目の三角う申し出、えー、正当な理由があると認める場合には申し出が20日を過ぎた場合でも受理できるとこれ平成25年の出題論点でした。はい。えー、というふうな感じですねちょっと上に戻りますけど今2箇所マークしました。 これここはねあえて私チョイスしましたなんでかっていうと2か月20日という2という、ね、数字が2つこれ登場してますよね。任意継続被保険者は、はい次のページ二十2ページにもありますけども二という数字が、えー、全部でで、ね、所登場すするんです今の2か月当然被保険者2か月やってれば、えー、ねあの任意加入任意継続できますよとあとさっき20日以内に申し出をする必要があるということがありましたね。もう一個は ここ任意継続表現者にはどれぐらいの期間になれますかと上限は2年です。つまり任意継続表現者になった後2年経ったら資格喪失を意味するっていうのがこの29ページの一番上です。はい、えー、スタートね。任意継続表現者となった日から起算して2年を経過したらはい、えー、その日の翌日に喪失すると喪失はだいたい翌日が原則なんです。はい、えー、ということしっかりこれ押さえておきましょう。 2という数字が登場する3箇所目だということね。いずれれもよく出題されてますので2といい、う数字の箇所はねはね、い。で、あとね翌日喪失が原則だという話もしましたけど、えー、例外その日に喪失するというパターンもありましてはい、大体いいねその日に喪失するっていうのはほら、この3つともそうでしょ当然被保険者となったとか、えー、専用保険の被保険者になったとか後期高齢者医療の被保険者になったとかつまり次のステージが迫ってるわけですよ。ね 次のステージが迫ってるからのんきに翌日に喪失している場合じゃないんだと、はいえー、だって取得はその日ですからね取得はその日にされちゃうから、えー、その一つの前の段階はその日に喪失しておかないと一日かぶっちゃうことになるわけです。はい、以上よろししいでしょうか さあと,いうあとほ,ほら他のお特例退職被保険者も日雇い特例被保険者も「特例」というですね二、えー、文字が入ってますから、はいまあ、要するに原則的な被保険者じゃないんで飛ばしちゃっていいでしょう。ということで、はい、今日は、えー、29ページ以降の、ね、下の、ね、四角の2特例退職被保険者の話はすいません飛ばさせていただきます。はいまあ、だけども,あのもう30ページの方を見るとね過去問マークついてなくはない。 ただここの話はね実は任意継続被保険者でも登場するようなところなんですねただ今日はどっちみち任意継続被保険者でもお話をしてないのでここは本編で説明をさせていただきますはい、えー、保険料をね所定のルールー守らずに、ね、納付しなかったら、えー、資格喪失だとまあそういう話ですさあ次に行きましょう第4節確認これもまあしっかり基礎編では飛ばしてもいいのかなという気もしますけどねはい 要するにあの、えー、例えばじゃあ被保険者資格の、ね、取得あの取得届という、まあ、届けを事業主は出すんですけれども、まあ、要するにあの入社したら、ね、会社の人事担当者が、えーね、この被保険者、まあ、要するに雇用権の加入手続きしてくれますよね。 で退職したら雇用権の資格喪失手続きをしてくれるわけですよ。と、はいえーえー、いう話、まあ、届けがをするということをまずね、えー、前提にイメージしていただきたくてでじゃあ届けをじゃあ出したら、えー、法律上の効果が生ずるのかといったら違ってて、えーまあ、ここにも書いてありますけども保険者等がが確認してて初めて効力が生ずるんだといつ法律としての効力を生ずるのか発生するのか、はいえー、というまあ 私たちはあの学習しているのは法律ですので、えー、その法律の効力はいつ生ずるのかというですね、まあ法律の世界では大事な話ではあるけど、はい、まあ詳しくは、えー、本編でお話をいたします。はい、次三十一ページ第五節非扶養者です。はい、えー、非扶養者の話、これで、えー、第一回目は最後かな、はい、えー、ということです。えー、第一回目最後のお話ですね、非扶養者に行きましょう。 非扶養者、扶養にね非非って入ってますから、扶養に入れるものじゃなくて扶養として入った方ですよね。えということ、扶養されている側、はい、それを非扶養者と言います。扶養されている側を非扶養者、言ってしまえば扶養している側はイコール非保険者ですよね。ということです。非保険者が扶養する、扶養されている家族は非扶養者、なんか言えば言うほど混乱してきますけども、非扶養者って要するに労働者から見たら家族ですよ、おということ。 ね、えー、でだってほら健康保険の非保険者証、ね、その持ってるのは、まあ、保険証ってね、えー、そのいあの労働者お父さんだけですか奥さんもお子さんも保険証持ってるじゃないですか、はいえー、それって奥さんもお子さんも要は非扶養者になっているからですよということです。 はい、あもちろん、あのーまあ、今旦那さんが働いてる前提のお話をしましたけどもちろん逆もそうですよ奥さんが働いて、えー、旦那さんが被扶養者という家庭もいっぱい存在しますということ、はいえー、そこはしっかりちょっとイメージしておきましょう、はい、さてさてじゃあ見ていきますよはい被扶養者の範囲です誰が扶扶養養者者になれるのかとということですよね被扶養者の範囲じゃあ例えば、えーね、あの配偶者を扶養に入れることはできるかもちろんできますよとはい。 配偶者子供は子はもそうですよとあとお父さんは、えー、お父さんとかお母さんを扶養に入れることももちろんできますよとただお父さんお母さん父母って書いてないんですね書いてないけどはいこう書いてある被保険者の直系存続さあ皆さん「直系存続」っていう言葉聞いたことありますか はい、民法で、ね、あの家族、親族に関連する法律う,を、ね、こう部分を学習していればあの別ですけどもそうじゃないとなかなかね、えー、そ,ういう仕事をそういう仕事をついていないとなかなか知る機会がないですが、はい、一応、下のところを見ていきましょう丸一直系存続とは表険者本人の父母祖父母等でありとアンダーラインを引っ張っておきましょうつまり自分の、ね、縦のラインですよおということ、はい、自分の縦のライン。 次のページに三十二ページに三親党内の親族表というのがありますはい,直いは、直系存続というのはどれかと直系存続というのは自分被保険者をベースに考えれば自分の縦のラインですはい、自分の縦のライン、えー、それが、えー、直系存続直系ですね存続というのはこの図の右のところにもありますけど自分よりも上を存続と言います はい、あまりなんか綺麗な言葉じゃないけど自分のところよりも下を「貴族」と言ったりしますだから「癒やしい」って言葉はちょっと嫌ですけどねはい、えー、ということですが、はいえー、つまり直系存続って言ったら自分の縦のラインであり自分より上、えー、ということで父母お祖父母曾祖,祖父母、まあ、あと上もいたら上も、はい、これが直系存続の概念ってことになりますねはいどうううでででししょょかかイメージできますでしょうかはい。 えー、ですからまあお父さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかはあもうこのカテゴリーの一番最初に出てくるとでち,ちなみに一番最初のカテゴリーというのはどういうカテゴリーかというと主として生計維持関係にさえあれば被扶養者にすることができるというグループですと、はいえー、いうことこれ押さえておきましょう他にはあ孫そして兄弟姉妹も入っております でじゃあそれ以外のお、ね、親族というのは、えー、ここお被扶養者にはなれないのかというと違う2番3番4番のカテゴリーがあるこれははい1番よりも少し条件は厳しい、えー、主として整形医師プラス同一世帯の要件を満たさなきゃいけない、えー、ということですね。はい、ということ同一世帯要件を満たさなきゃいけないという話、えー、という少しちょっと厳しい、えー、条件になっている。 まあでも要は自分よりも少し、その何て言うんでしょうね、遠い親族ってことですね。三親党内の親族で一に該当しないもの。じゃあ、三親党って何ですかっていうことで、はい次のページにつながっていくんでねはい三親党内の親族。ということで、この32ページ、これが三親党内の親族です。はいということ。つまり、ここに書かれている人まで扶養に入れることができます。はいということ。 さあ,あでじゃあそもそも三神神って何でですすかっていう話です一応これ色分けされてはいますけどもちょっといまいち見,見づらいかなはい、えー、自分をねゼロとして考えます配偶者もゼロとして考えて、えー、父母が1、えー、そして祖父母が2曽祖,祖父母3みたいなね、はい、このラインはまあ数えやすいでしょうかで自分の下もそうで子供一1孫2みたいなねそんな感じじゃあ 自分をもちろん被保険者をベースで考えたときに兄弟姉妹は何親等かって言ったらね二なんです。どうやって数えてるのかと、はい言ったら、えー、その人を産んでくれた人をあの一つ前で数えるんです。ならばはい被保険者がゼロ、父母が一、そしてその父母が産んだ、えー、子供ということで兄弟姉妹は2二二親等ということになるわけです。 じゃあ同じような考え方で自分被保険者にとってのおじさんおばさんはここですねおじさんおばさんははい結論三三親等となるわけです父母祖父母そしておじおばとなるわけでねはいさあじゃあそういう考えでいくといとこはどうですかいとこはおじさんおばさんの 子供ですよね。おじさんおばさんの子供。おじさんおばさんの時点で三親等ですから。つまりいとこは四、四ってことは。はい、下にも書いてありますけど。いとこは。えー、被扶養者にならないんです。三親等の親族に該当しないから。ということね。はい。だ、その、この辺りの、話というのはしっかりとね、押さえといていただきたいなと思います。ね、私が受験生時代。 えー、受験生時代じゃないか先日もおやりましたから、実の時に知ったのかな。はい、えー。私も最初これを知った時はびっくりしました。あの私はあの兄弟とかいとことか合わせてあの私が一番年上なので、えー、まあだからといってあのいとこはあの結構遠くに住んでますので、まあいとこを実際には不要に入れることはないんだけれども、でもいとこって不要に入れられないんだなっていうことを知ってちょっとねびっくりした記憶があります。はい。だから私だったら十分あのひ試験で引っかかっているか引っかかってる可能性があるんですよ。お。 いとこをね扶養に入れる入れるか入れられないかとまあいとこが何親等なのかというのが計算あの、えー、ねこうあの計算できればいいんだけどねはい、えー、ということそれをしなかった場合に引っかかる可能性があるとまあいうようなところは皆さんもお気をつけいただきたいなと思いますね、えー、これを見てああの親族はあの不要非不要者にできるのか逆にみたいなね、えー、そういう驚きを持ってねこれこれを見る方もいらっしゃるかもしれませんねはいということです。 さてええー、じゃあもう一つもう一つですねじゃあ逆に言うとねこの三親等内の親族このお条件を満たすしたらみんな本当に批評者にできるのかはいっていう話ですねもうなんならじゃあ奥さん例えばじゃあ自分のね奥さんを扶養に入れられないことはないのかとあるよね意外と皆さんこっちの話の方知ってるでしょ扶養に入れるためには ね、例えば旦那さんが被保険者で奥さん、えー、を扶養に入れるで奥さんは例えばじゃあパ,イパートをしてたとします。パートをしてたとしたらあんまりパートで稼いじゃうと扶養に入れないというのは結構皆さん知ってますよね。そうそうの話です結、はいえー、結構構収収入入入があると扶養には入れなないじゃあ結構な収入っていくらぐらぐいいっていう話、はい。それが書かれているのが33ページ「四角の2」です。 収入があるものについての被扶養者の認定について平成5年の通達ではこういうふうに発表していますということでみんな誰しもおそらく知ってるであろう130万ラインの話です。えー1えー、被扶養者とししててのの届出ににるものが被保険者と同一世帯に属している場合っていうのが1いる場合が1でいない場合が2つまり同一世帯に属してない。 いずれにせよね、でもこのスタートは同じなんです。百三十万ラインがまず一つの指標になっている。はい、ということ。これしっかり押さえておいてください。はい。で、なおかつ丸一だと、はい、三業名以降ですけど、かつ被保険者の年間収入の二分の一未満である場合、原則被扶養者に該当すると。はい。えー、じゃあ、ええー、括弧にですね、ええ、被保険者と同一世帯に属していない場合は。 はい、属していない場合は130万未満でかつ次のページですね、えー、かつ非保険者からの要するに仕送りですね援助による収入額よりも少ない場合には原則非扶養者に該当するということこれしっかり押さえておいてください、えー、同一世帯に属しているかいないかで変わってくるんだということをしっかりとイメージします。はい ちなみに130万のね、えー、話をお最初にしましたけれども130万をお使うのが原則なんですけど例えば扶養に入れようかなというその扶養に入れたい家族がですよ家族が仮に例えば、えー、60歳以上だったり、えー、あとお障害者一定の障害者の場合には130万ラインではなく180万のラインになります。ですから180万未満 であってっていう前提の数字がね、こう変わるんだと。えー、それは六十歳以上だとか障害者の方を不要に入れようとする場合です。はい。ということもぜひね、知っておいていただきたいかなというところで、はい。まあ今日はその辺でいいかなと思います。はい。まあまああの一、ー、回目ですからね。これページ数少し抑えていますけど。であとまあ、えー、最初ねなかなかあの第一章第一節に入りませんでしたよね。はい。えー、割とあの最初の おここら辺の3ページのねここら辺の話からがっちりやっていって、えー、あと学び方もきっちり見て、えー、中身に入っていきました、まあ、ということでなかなかちょっと今日は本編のところにはそんなに時間を割かなかったです、はい、でも次回からは、えー、割かないとおーページがね結構ありますんでなかなか終わっていかないと思うんで次回から少しずつあの喋りのスピードもあの早めてい、えー、きますので、はい、あの少しずつう慣れていっていただければなというふうに思いますはい ただね、まあ、しっかり基礎は本当にね、まず、う楽しく学ぶう、ね、それを継続するという癖をね、ぜひとも、えー、つけていきたいかなと思いますので、あんまり勉強という、堅苦しいがね、にちょっと置きながら、えー、イメージしながら楽しく学んでいきましょう。はい、えー、で、あと、まあ、学びながら、ま、とはいってもね、時間を使って、えー、皆様の授業を、ね、受けていただいているわけですから、えーまあ、今日ちょっと,と途中う、触れはしませんでしたけど、例えば最後の三、ね、34ページのところに、 確認テストなんていうのがあったりしますから、まあ、なるべくちょっと忘れないうちにこう,こうテストを見ておくと、えー、頭の中に、ね、残りやすくなりますので、えー、ここぞって時にちょっとやってみてもらえればと思います。で、は、で、いえー、ではは第1回目は以上ですお疲れ様でした